最初は、1960年前後の中国で発生し、人肉まで食い尽くされた地獄の大飢饉について、紹介していくぜ。飢饉って食べ物がなくなるってことよね。なんでまたそんなことになっちゃったの？実はこの飢饉は、かつて国家主席だった毛沢東によるあまりにもダメダメな政策によって起きたんだ。その名も大躍進政策といって、中国全土で共産主義を目指す一大プロジェクトだったんだぜ。じゃあそもそも大躍進政策がどういうものか教えてもらえる？ああ。これはかつて中国の国家主席だった毛沢東が1960年付近に進めた政策のことだ。中国語だと単に大躍進と呼ばれるぞ。簡単に言うと共産主義の先輩ソ連に倣って、農業と工業を猛スピードで進化させようってこと。当時世界第2位の経済大国イギリスを、15年以内に追い抜くって計画だったんだよ。へえ、確かに目標は高い気がするけど、そこまでおかしくなくない？これだけ聞くとそうだろうな。ただその中身は初めから終わりまでとんでもだらけだったのさ。その結果ひどい飢饉を起こして、大量の餓死者を出すことになってしまったんだ。地方の農村では食べるものがないあまり、村人たちが食人に手を出してしまったんだぜ。怖すぎる。でも具体的に何をしたらそんなひどい事態になるの？詳しく見てみようか。例えば農業政策では人民公社という組織を作り、集団農業への転換を目指したんだ。ところがこの人民公社は急ごしらえなだけでなく、行き過ぎた共産主義の解釈で作られていた。ん？それどういうこと？集団で農業するだけじゃなくて食事も一緒に食べる、農具も共有など、とにかくやりすぎだったんだぜ。挙句の果てに働いても働かなくても報酬が同じで、農民のやる気がゼロになったんだよ。そりゃやる気も出ないわ。さらに農民たちは、悪名高い農業学者ルイセンコの農法に沿って作物を作るよう強制された。ルイセンコはソ連のスターリンお抱えの御用学者で、作物を厳しい環境に置けばその種も強くなるみたいなひどい農法を提唱した人だな。ええ、とんでもない精神論ね。あまりに非科学的すぎてスターリンにすら馬鹿にされていたほどの人物なのさ。へえ、それを毛沢東は真面目に取り入れたってわけか。そういうこと。あとは四害駆除っていうのもひどい。これは害虫や害鳥の撲滅キャンペーンで、銃や殺虫剤でスズメなどの駆除を進めたんだ。ところがその結果天敵が減ったバッタが大繁殖、作物がボロボロに食い荒らされてしまったんだよ。困った毛沢東は、結局ソ連からスズメを25万羽も輸入する羽目になったのさ。いやいや、何の意味があった？他にも工業の方では鉄鋼を増やすために溶鉱炉を作らせたはいいものの、専門家でもない農民たちにやらせたせいでクズ鉄を量産してしまったんだ。しかも大量のノルマを押し付けられた農民は、ごまかそうとすきやくわなどの農具を溶かしたり、炉に使うレンガを集めるために歴史的建造物をぶっ壊すって事態に陥ってしまったんだよ。もうめちゃくちゃだわ。さらには燃料として大量の森林を伐採して、そのために中国全土で洪水が多発してしまったのさ。未だに水害に苦しむ地域もあるって話だな。さすがに害悪すぎない？こうして生産性向上を狙った大躍進政策だったが、あまりに非科学的なせいで逆の結果を生んだ。つまり穀物生産量が大幅に減少してしまったんだぜ。あれだけ根拠がないことばっかりじゃね。それだけでなく森林伐採による干ばつと洪水の発生も深刻だった。1958年には黄河が氾濫し、河南省と山東省の一部にひどい被害をもたらした。記録では1708の村で74万千人の人々が被災、50万エーカー以上の耕作地が浸水したんだよ。規模が大きすぎるわ。その結果、中国の穀物生産は年々劇的な減少を記録した。政策が始まった1958年と比較すると、翌年の収穫量は 15% 減少。さらにその次の年には 30% も減少してしまったんだ。食べるものがないのは辛いわね。飢饉の犠牲者数は諸説あるけど、1500万から5500万人と言われているぞ。なんか人数に幅がありすぎない？まあ政府の隠蔽もあって確定が難しいんだが、どちらにせよ想像を絶するのに変わりはない。中国の出生率のグラフを見ると、1959年から1961年の間に生まれた人数が極端に少ないんだ。つまりこの数年間の乳児死亡率が高く、しかも出生率が低いことを表してるわけだな。しっかりデータに出ちゃってるじゃない。それだけじゃなくて、なんと全世界レベルでも1960年前後の死亡率を上げる結果になったんだぜ。まさか世界規模の大迷惑行為だったとは。当時併合されたばかりのチベットにも、飢饉の影響を強く受けた記録が残っている。これはチベット仏教の偉いさんであるパンチェット・ラマが残した式で、支給されたのは1日あたり 180g の草や葉っぱ、木の皮が混じった小麦だけだったらしい。ひどいわね。そんなのないのと一緒じゃない。人々は衰弱しきっていて、一人が風邪をひくと、それが数百人規模で伝染してほとんどの人が命を落とすという状況だったそうだぞ。
しかも牧畜の農業もほぼ完全に停止させられて、出歩くことすら禁じられていたのさ。やばすぎる。むしろ全滅しなかったのを褒めてあげたくなるわ。この大規模な飢饉で特に苦しめられたのが、地方の農村に住む人々だった。彼らの状況は悲惨としか言いようがないぞ。聞くのが怖いんですけど。いきなりだけど、あまりにも食べるものがないとき、人はどうすると思う？そりゃ食べられるものなら何でも食べるわね。そうだよな。そうして何もかもを食べ尽くし、最後の最後に残ったのが人体だったんだよ。できれば聞きたくなかったわ。正直かなりえぐいので苦手な人は注意してくれ。さて、当時の食人に関する記録は隠蔽されたものも多いが、人々の噂話や当時の式の中に残っている。そんな話をいくつかかいつまんで紹介していくけど、まあせいぜい話半分程度に聞いてくれ。わかったわ。まず最初は安徽省のある村でのことだ。1960年にその村では村人の半分が亡くなった。男の子が3人、女の子が1人餓死した家や、10人以上の家族が全滅した家などが溢れていたんだ。やばすぎる。人民公社には生産隊長という役職があったが、その家では息子の嫁と孫が餓死したので彼らの体を茹でて食べたという。また、村の学校の先生宅では家族3人が餓死寸前で、先生が妻にどうして息子を食べないんだ？あの子を食べれば僕らが生き延びられる。そうすればまた子供を作れるじゃないかと言ったが妻は承知しなかったんだぜ。結局その先生も亡くなってしまったんだけどな。マジで極限状態ね。想像を絶するわ。またある村では家族が飢餓状態になると、両親が誰をやるか決めないといけなくなった。息子が死ぬと困るから娘に天国に行っておばあさんに会っておいでという。娘は食べ物がもらえず水だけが与えられたそうだ。そして娘が亡くなると、近所の女の子と自分の娘を交換するのさ。さすがに自分の子を食べるよりはマシだからな。うわぁ。その村では7人の母親のうち5人がこの取引に応じ、その家族は肉入りスープにありつけたそうだ。そんな中、ある母親が公安局に逮捕されたんだよ。しかし数年後に釈放されて村に戻った時、彼女を責める人は1人もいなかったんだとさ。みんな状況がわかってたのね。そういうことだな。またある家では3人の子供をすべて亡くしたが、父親はその遺体を隠したまま役所に届けようとしなかったんだ。どうしてかわかるか？いや、わからないわ。その子たちの分まで配給を受け取るためだよ。それはさすがに責められないかな。また別の家では2人の子供がいたんだが、ある日突然娘が家の外へ追い出されたんだ。そして彼女が戻ると弟の姿が見つからず、鍋には油が浮かび、ストーブには骨が投げ込まれていたそうだぞ。それでその娘はどうしたの？外に逃げて自分を食べないでと叫んだのさ。その後どうなったかは、わかるよな？マジで勘弁してくれない？まあ具体的なエピソードはこのぐらいにしておこう。繰り返すけど、どこまで真実なのかは正直言ってわからないぞ。ただ、それだけのことがあってもおかしくないほどの飢饉だったのは確かだよ。餓死した人が数千万人規模でいたのは嘘じゃないもんね。そうだな。細かい記録だと、甘粛省の臨河市にある人民公社で588人が337体の人肉を食べたという記録。安徽省公安局が1144件の食人事件を調査したら、36件は他人に売られて残りの1108件は家で食われていた記録などがある。また、青海省では300件以上の食人事件があったという記録もあるようだぞ。怖い怖い怖い。さて、大躍進政策による飢饉で起きた食人事件の例をいくつか紹介したけど、実は毛沢東の、もう一つの失策として名高い文化大革命でも、同じような例が見られたんだよ。そうなの？そっちも飢饉の話？いや、そうじゃなくて拷問とか迫害の手段として食人が行われた記録があるのさ。拷問で食人ってヤバすぎ、ここまで来たら全部聞かせてもらうわ。アメリカへ移住した作家のチャン・イー氏によると、文化大革命時代の厚生省で大規模な食人事件があったんだ。彼が2回にわたって行った調査では、26の県や市で食人の記録が確認できたらしい。さらに、現地の有識者によると県内 75% の地区で食人が起きたそうだな。名前がわかっている被害者だけでなんと421人もいたんだよ。うわぁ。原因は拷問とか迫害ってさっき言ってたよね？ああ。被害者のほとんどが当時の中国共産党の敵対分子とされた知識人や地主たちだったんだ。残酷なことに、彼らは公開処刑の場で内臓や肉を切断されたのさ。そしてそれを見物したり食人を行ったのは、まさかの一般市民たちだったというぜ。いやどんな怖い街？ゾンビ映画じゃないんだからさ。厚生省で最も食人が盛んだったのは府選県。1968年6月には、中学校の生徒たちが数名の教員を取り囲んで暴行する事件があった。そして死亡した教員は暴行のリーダーによって肝臓を取り出されたんだ。もう何が何だかわからんわ。
さらに肉の一部も切り取られ、17人の生徒たちで分け合って調理され残さず食べられたのさ。学校にはそこらに血痕が残り、生臭い血の匂いが充満していたって話だ。うげえ。それにしても毛沢東さんは、よくぞここまで根拠のない政策ばっかできたもんだわ。周りの人もさすがにおかしいと思わなかったの？もちろん大躍進政策のおかしさに気づいていた人はたくさんいたはずだ。ただし、知ってても指摘できない理由があったのさ。どういうこと？そもそも毛沢東は学者や知識人を敵視していて、大躍進政策の前から自分を批判した者を右派分子とレッテル貼りして弾圧したんだよ。そうやって粛清を繰り返した結果、彼の周囲には毛沢東信者しかいなくなってしまったってわけ。うわぁ、それじゃ自業自得じゃないの。そうなるよな。しかも学者や知識人を排除したせいで、政権中枢に学のない人間ばかりが残る状況を自分から作り出してしまったんだぞ。それはなかなかね。同情する気にはなれないけど、さらに事態を悪くしたのは地方の幹部の腐敗だ。生産量を増やした幹部を出世させる方針を取ったため、生産量をわざと多く申告する者が続出したんだよ。そのため作物を集めて嘘の写真を撮り、豊作に見せかけるやり口が横行したそうだぞ。それはさすがに腐りきってるわね。さらに中央政府は虚偽の生産量を元にして、輸出用の作物を収めるよう地方政府に命じたせいで事態がどんどん悪化していったのさ。地方の幹部は一度増えたのを減らすわけにいかず、辻褄を合わせるために農村から食料を洗いざらい徴収したんだ。それでさっきみたいなひどい飢饉になったの？そういうこと。そんな状況でもしばらくは毛沢東の耳に惨状が届くことはなかった。彼が河南省へ視察に行った時の話だが、そこの現地幹部は 3000% もの収穫量の増加を報告していたんだ。もちろんこれは嘘の報告だったんだぜ。あちゃー、視察されると嘘がバレちゃうじゃない。ああ、バレればもちろん死刑になるのは確定だ。それを防ごうと毛沢東が訪問する先々で、いろんな畑から作物を抜き取り、視察用の畑に移植して豊作を装ったのさ。もちろん彼が帰った後はその作物を元の畑に植え直すというありさまだぞ。完膚なきまでの茶番ね。考えてみれば毛沢東もかわいそうなのかも。まあ、あまりにも独裁が過ぎたってことだ。ただし、地方政府には良心的な人間もいて、例えば厚生省の幹部たちはいくつかの政策に反して密かに自分らを中央政府から遮断し、幹部同士が協力して地元の人々のために働いたんだ。意図的にそうした環境を作ることで、なんとか被害を最小限に抑えることができたんだよ。へえ、逆によくそんなことができたわね。下手すりゃ密告されて粛清されるでしょ。命がけの覚悟だったんだろう。ほとんどの人間が粛清を恐れて毛沢東に従う中で、それができたのは奇跡と言ってもいいぞ。粛清は怖いもんね。そういう一部の例を除いて、中国は、ずる賢い者が生き残る世界になっちまったと言えるだろうな。未曾有の大飢饉の中で生き残れるかどうかは、賄賂やコネや嘘、盗みや密輸などの犯罪に手を染められるかどうかにかかっていたんだ。そして幹部連中や共産党に取り入った者たちは、飢饉の中でも宴会を開いたり食料を横領して贅沢したりしていたのさ。ひどすぎるわね。それにしても毛沢東は本当に気づかなかったの？もしかして気づかないふりをしてたとか？どうも途中までは本当に成功を信じきっていたようだぞ。例えばある農村を視察した際には、幹部に向かって余った穀物はどうするつもりかね？と聞いたり、他だってあり余っているんだ。穀物を欲しがるところなんてどこにもないぞ、と言ってたりするからな。あちゃー、成功を確信しちゃってるじゃない。ちょっとだけ笑えるわね。ただし罪がなかったとは言えないだろう。1959年に報徳会という部下に政策の軌道修正を提言された際は激怒して追放したりしているからな。そうしたやり方が積み重なって国全体を粛清の恐怖に陥れちまったんだよ。成功の話しか耳に入らないのも当然だぞ。それは仕方ないわね。誰だって死にたくないし。しかも、収穫量の水増しが周知の事実になっていた後でも、失敗を認めようとはしなかったんだ。例えば1959年3月には3分の1を超えなければ、人民は反政府行動に出ないだろうと言って地方政府に食料を出させるよう指示している。さらに1960年になっても政府は、輸出を優先する政策を掲げていて、国内が飢餓状態にもかかわらず、食料の輸出を行っていたんだぞ。やってることやばすぎる。情報が隠蔽されていたにもかかわらず、一部の西側メディアは中国の飢饉を報道したんだけど、共産党政府は全てデマによる中傷として退けたんだ。あや、それはちょっと擁護できないかも。そして、農業生産量が激減して飢饉が発生すると、毛沢東はようやく失敗を認めて国家主席を辞任することになった。その後を引き継いだ劉少奇は、大躍進政策を、3割が天才、7割が人災と結論付け、
こうしてやっと政策の転換がなされたってわけさ。やっと国民も苦しい飢饉から解放されるのね。そうだな。ところが毛沢東がそんなところで終わるはずはなく、その後の1966年には悪名高い文化大革命で政権への復帰を図ったんだ。今回は詳しく触れないけど、再び国中を恐怖と混乱に陥れることになったんだよな。いらんことやりまくりの最上位でしょこの人。しかも自分の政策を批判した劉少奇に対しては敵の工作員と決めつけてぶん殴って幽閉し、病気の治療を拒否して死に至らしめるという、やりすぎな仕返しを果たしているんだぜ。こらあかんわって感じね。それにしてもたった一人の手によって、とんでもない規模の地獄が生まれたもんだわ。ああ、これが中世の話じゃなくて、20世紀後半だってことに改めてびっくりだな。しかもこの人、結局未だに割と尊敬されてるポジションにいない？まあいろいろあるんだろう。とにかくもう二度とこんな悲惨なことが起こらないよう願うばかりだぞ。同感ね。お次は中国全土が狂気に包まれた悪夢の政策、文化大革命、略して文革を紹介していくぜ。それって何なの？これは1960年代後半の中国で行われた大規模な改革政策なんだ。打ち出したのは政治家で建国の父と名高い毛沢東だな。ところが毛沢東の意図を超えた大規模な迫害を引き起こし、その後の中国の発展を妨げたと言われているんだよ。そこまでコテンパンに言われるなんて、何が起きたっていうの？それじゃ早速解説していこう。そもそも毛沢東さんはなんでまたそんな改革をやろうと思ったの？それじゃあ、そこに至る経緯を説明しよう。毛沢東といえば、中国では言わずと知れた建国の英雄だ。歴史の授業を覚えてる人もいると思うけど、中国国民党と中国共産党の国境内戦に勝利して、1949年に中華人民共和国の建国を宣言したんだぜ。そして、その後も長いこと国家主席として政治の実権を握ったんだ。とにかく伝説級に偉い人ってわけね。まあそんな感じだな。彼がトップになってからの政策は、基本的には共産主義の推進だった。富裕層をとことん悪者にして財産を没収したり、処刑や粛清までやってのけたぞ。1950年には反革命軍資金圧運動を行って、共産党への反落者を粛清したんだけど、その時には240万人を処刑、127万人を逮捕したぜ。うわぁ、かなり徹底してるわね。彼は自分の権力を盤石にするために、時にはかなり過激な政策をぶち上げることがあった。その中の一つが1950年代後半から数年にわたる一連の政策、いわゆる大躍進政策だ。しかし、かなり過激なこの政策は大こけしてしまう。そしてそのことが、文革の布石となるんだよ。この失敗によって、毛沢東は主席の座を下ろされることになったんだ。でも、それで終わりじゃなかったのよね？もちろんだ。彼の後に実権を握ったのが劉少奇や鄧小平で、政策を転換して経済の立て直しを図ったぜ。特に劉少奇は大躍進政策のことを三部の天才、七部の人才と呼んで、明確な毛沢東批判をかましたんだ。七部の人才って、かなりきつい言い方ね。一方その頃、毛沢東は国内各地の主要都市をめぐって学生や農民や軍隊などを次々と味方につけ、権力を奪い返す準備を着々としていたんだよ。全く諦めてなかったわ。そして、彼がついに復活ののろしを上げたのが文革だったんだ。まずは、さっき名前が出た劉少奇と鄧小平を創始派と名指して大批判した。これは資本主義の道へ進む実験派を意味するぜ。簡単に言えば共産主義の敵ってことだな。うわぁ、一気に反撃を仕掛けるつもりね。ああ、こうやって常に敵を名指しして人々を一致団結させるのが、彼の権力掌握のやり方だったんだ。確かに、建国の英雄がこれをやればかなりの説得力があるわね。それでどういうことをしたの？文革にはいろいろな側面があるんだが、政治的な面では、創始派の政治家たちが攻撃された。まず劉少奇は自宅が襲撃され、そのまま軟禁されてしまうんだ。しかも一切の自由を奪われ、入浴すら許されずにそのまま亡くなってしまったんだぜ。そんなあっさり命を奪うなんて、毛沢東的には、自分を七部の人才呼ばわりしたのが許せなかったのかもしれないな。それにしてもやりすぎでしょ。一方、鄧小平の方も公職を追放されて、強制的に農場で労働するよう命じられたんだよ。あっという間に権力関係がひっくり返っちゃったわ。それで文革はおしまい？いやいや、こんなのはまだまだ序の口だぜ。文化的な面でも文革は猛威を振るったんだ。そこで掲げられたのが八九という有名なスローガンだな。これは四つの古いものを破壊せよってこと。つまり思想、文化、風俗、習慣の四つだ。ほえー、でもそれって全部中国の長い歴史が育ててきたものじゃないの？もちろんそうだぜ。だからこそ毛沢東は破壊を命じたわけだ。すべては共産主義のためにな。とにかく共産主義が第一なのね。それで具体的には何をしたの？
例えば文化財を破壊したり、道路や病院の名前を革命っぽく改変したりした。あとは音楽とか芸術も迫害したぞ。その結果、中国共産党のプロパガンダに沿った作品しかできなくなってしまったぜ。若干のアホらしさは否めないわね。そして、重要なのが紅衛兵の存在だ。紅衛兵は毛沢東の思想に浸水した若者たちで構成される集団で、ある意味文革の象徴と言えるな。彼らは北京を中心に、中国全土で毛沢東の復権のために暴れ回ったんだよ。後で出てくるような残虐な行為もそうだが、他にも色々な意味で中国をぶっ壊したのがこの紅衛兵たちだぜ。毛沢東ってそこまで崇拝されてたのね。彼の神格化は凄まじいぞ。例えばある時、彼が北京の工場にマンゴーを配ったことがあった。ある工場ではなんとそのマンゴーを祭壇に捧げて、毎日一礼していたらしい。そして祭壇のマンゴーが腐ってくるとそれを茹でて、茹で汁を従業員全員でうやうやしくいただいたんだ。最後には、わざわざ祭壇にマンゴーのレプリカを飾ったらしいぜ。ええー、神様か何かだと思ってんの？まさかそこまでとは、完全に神扱いだよな。そんな彼の言葉に従った紅衛兵たちが、中国各地で血の雨を降らせることになるんだよ。なんだか嫌な予感しかしないわ。さて、文革を象徴する残酷な事件を二つ取り上げよう。まず一つ目は赤い8月だ。赤い8月？何それ？これは文革中の1966年8月のことだな。具体的には、北京で起きた一連の残虐な事件のことを指すんだ。ん？穏やかじゃないわね。どういうことか教えてもらえる？ああ。この月に北京では、たくさんの学校教師が紅衛兵によって命を奪われたんだよ。公式発表によると、犠牲者は1772人にも及ぶぞ。さらに33,695戸の家屋から資産が略奪され、その結果、85,196世帯の家族が北京を離れざるを得なくなったぜ。例によって公式発表に惑わされずに実際の死者数を推測すると、1万人以上と言われているんだ。いやいや公式と差がありすぎるでしょ。しかも1万人って、腐っても一国の人なのに、そんなえげつない事件が起きるとはね。そうだよな。北京の人々にとっては、今でも8月といえばこの赤い8月が思い浮かぶほど衝撃的だったみたいだぞ。そりゃそうなるわよ。でも学校の先生が狙われたって、なんでまたそんなことになっちゃったの？この大規模で残虐極まりない出来事の発端は、毛沢東が掲げたスローガン89だ。古いものをぶっ壊せ、ってやつね。それに従って教師たちをやっちゃったってこと？もっと詳しい経緯を教えてくれない？ああ、いいぜ。文革の始まりは1966年5月。これは毛沢東が89を提唱した月だな。そして運命の8月。北京師範大学附属実験高校の副校長ベン・チュウンが、紅衛兵に殴打されて命を落とした。彼女が文革での、教師として初めての犠牲者だったんだ。副校長を殴打って倫理観とかの問題じゃないわ。単なる狂気よ狂気。師範閣は、宋彬彬という17歳の学生が率いる紅衛兵の一団だった。彼女は自ら棍棒を持ち、犠牲者の頭部を含む全身を滅多打ちにして命を奪ったぜ。棍棒で頭を滅多打ちってやる気満々ね。この砲撃を受けた毛沢東は、100万人の紅衛兵たちの前で宋彬彬と会談した。この会談によって、実質的に彼らの行動は毛沢東にお墨付きを与えられたことになったぞ。とんでもなくヤバい状況な気がするけど、お察しの通り、こうなったら紅衛兵の勢いは止まらない。建国の英雄の後ろ盾を得た彼らは、北京市内で大規模な暴動を始めたんだぜ。どこか未開の孤島とかじゃなくて、大都市北京で起こったのが一番の恐怖だわ。行為に使われた方法は殴打や鞭打ち、踏みつけに釜茹でに斬首と残虐すぎるものだった。ちょっとちょっと、ブレーキが壊れちゃってるわ。特に乳児や子供を地面に叩きつけたり真っ二つに切断したりと、常軌を逸した残酷さだったんだ。この事件では老者など多くの有名作家も、吊るし上げを受けたり命を奪われたぞ。勢いづいた若者は手がつけられないって言うけど、ここまでのは聞いたことがないわね。毛沢東もさすがに焦ったんじゃない？いや、逆に政府の介入に反対したんだ。さらに公安部も、紅衛兵を逮捕せず逆に保護するよう命令したらしい。いやいや、一体どうなってるのよ。しかも彼らは都市だけにとどまらず、北京の農村地帯でも暴れ回った。その一つが大広大落札で、北京の大広区で5日間に325人が犠牲になったぜ。犠牲者の最年長は80歳、最年少はたった生後38日の赤ん坊だったそうだ。最後には、22世帯もの家族が全滅してしまうほどの惨劇だったぞ。全滅って、すでに目的を見失ってない？さらにこの動きは国内各地の都市へも波及し、上海や広州、南京といった都市でも扇動された学生たちが暴動を起こした。狙われたのは政治指導者や知識人や教師、そして国語類と分類される人たちだな。
国語類って聞いたことないわね。これは地主と富農、反革命分子と破壊分子、そして右派の5つを指す。当時これらの人々は、共産党組織の加入や就職、入隊の時に差別されてきたんだ。その人たちが標的にされたってわけか。なんか非人道的すぎて何も言えないわ。さて、もう一つの事件は広西虐殺だ。これは、文革中に広西チワン族自治区で発生した市民の大規模な虐殺、そして食人行為を指す。食人?そんな野蛮なことが20世紀に起こったっていうの?公式発表による犠牲数は10万人から15万人。極秘資料によれば、食人行為の犠牲者は少なくとも137人は存在するらしい。ある研究者の調査では421人という話もあるな。そして、食人に参加したのは数千人とのことだぜ。何がなんだかわからないけど、とにかく人間が数百人も食べられたってことなのね。さて、経緯を話していくとしよう。広西チワン族自治区の軍隊や民間人の中に、当時2つの派閥があった。そのうちの1つが 4.22 という組織で、広州軍区長のある人物が彼らを反動組織と呼び、弾圧を指示したんだ。それをきっかけに虐殺が地方から都市部へ広がり、結果的にとんでもない事態になったわけだよ。これまた思想の違いが理由だったのね。食人については後で触れるけど、虐殺の方法だけでもかなり野蛮なものが多い。一例を挙げると生き埋めや溺死、釜茹でに腹裂き、さらには心臓や肝臓をえぐり出して肉を削いだり、挙句の果てには背中にダイナマイトをつけて爆破された人までいたと言われるぜ。えぐすぎる、いつも思うけど、なんで人間ってこういう時に創造性を発揮するの?思いつく限りのやり方を試したいっていう、謎の欲望を感じるわ。人類の業はあまりに深いようだな。さて、こうして人々はどんどんエスカレートし、ついには禁忌である食人に手を出したわけだ。ひえー、背筋が寒くなるわ。聞きたくないけど怖いもの見たさもあるわね。いくつか具体例を紹介しよう。ただしヤバめの表現が多発するから、苦手な人は気をつけてくれよ。上司県では公開殺人大会が開かれて、幹部会で糾弾された12人が命を奪われた。そのうち一部は腹から肝臓を取り出され、食堂で煮て食べられたんだ。普通に食べ出すのやめてもらえる?また武泉県ではある男が町を引きずられ、重傷で殴られて刃渡り15センチの刀で腹をさばかれ、心臓と肝臓を取り出された。するとそこへヤジ馬が群がり、その肉を切り取って奪い合ったんだ。ある人は太もも、またある人は生殖器を切り落として職場の仲間のところに持っていき、煮物にして一緒に食べてしまったんだぜ。群がるのが怖い、ゾンビ映画か何かなの?また、湖北県ではある男が殴打され死亡。彼には11歳と14歳の2人の子供がいたんだが、反革命思想根絶のため、人々はこの2人も泣き物にしてまとめて食べてしまったんだよ。血も涙もなさすぎる、もうカラッカラよ。たまたま武泉県を通りかかったある農民は、太った体型だったせいで民兵に捕まり命を奪われた。彼の肉は20人に配られ、さらには心臓と肝臓が取り出されたんだ。その人ちょっと不幸すぎない?立ち寄った村で食われるってホラー映画も真っ青ね。また、広西地区の農村では父親や夫の命を奪い、その妻や娘を養殖する事件が多発したらしい。湖北県である男が命を奪われた時には、17歳に満たない彼の娘を何人かで養殖して殴り殺し、肝臓と乳房、そして陰部を切り取ったそうだぜ。どうも革命思想とか政治目的というよりは、地主や富裕層の財産とか、奥さんや娘を奪うっていう下劣な動機のものも少なくなかったようだな。とんでもないゲスがいたもんだわ。とまあこんな感じで、広西チワン族自治区に食人の嵐が吹き荒れた。この他にも内モンゴル自治区で発生したモンゴル人大量虐殺や、新疆ウイグル自治区の大弾圧も記録されているぞ。どれも、それだけで一冊の本が書けるぐらいの大事件と言えるんだぜ。どれだけ非人道的なことがあったかと思うと、気が遠くなるわね。それで文革はいつまで続いたの?一応、1977年までとされているぞ。へえ。にしても、それだけの事件がどうやって終わったのか気になるわね。では最後にその辺を説明していこう。実は暴走する紅衛兵たちは、文革が続くにつれて内部から崩壊していったんだ。具体的には、組織の中で派閥が生まれて権力の奪い合いが始まった。そしてそれがエスカレートしていき、ついに毛沢東ですら制御不能になってしまったんだよ。勢いがすごかっただけに、腐るのも早かったわね。なんと彼らは最終的に中南海や資金場、そして核兵器施設への侵入まで試みた。しかも、毛沢東の護衛部隊と武力衝突を起こすほどのはちゃめちゃぶりだったんだ。あまりの迷惑さ加減に業を煮やした毛沢東は、最後には人民解放軍に紅衛兵の弾圧を命じたぜ。ええ?彼に心酔する集団じゃなかったの?それが当人の護衛と揉めるって、本末転倒としか思えないわね。さらに、学生たちは下放を命じられた。
これは徴兵ならぬ徴農のことで、要は強制的に農村で仕事をさせるわけだ。毛沢東は毛沢東で、元は自分の手駒だったのに容赦ないわね。邪魔だった劉少奇や小平を失脚させた時点で、当初の目的は達成しているからな。紅衛兵はすでに用済みだったのかもしれないぜ。利用するだけ利用されて農村へ送られるって、さすがにかわいそうな気もするわね。その後、毛沢東が病気で倒れると4人組と呼ばれる政治家たちが幅を利かせるようになる。これは別名文革4人組とも呼ばれる構成、長春教、楊文元、王光文のことを指すんだよ。文革を利用して反対派を徹底的に弾圧した奴らだな。やがて毛沢東が死去すると、その後を継いだ華国鋒によって全員が逮捕され、それぞれ死刑や終身刑に処されてしまったんだ。4人組、なんとなくだけど小物感がえぐいわね。そこはノーコメントだ。とにかく彼らの失脚で、文革の終結が正式に宣言された。こうして、10年にもわたって中国全土を狂気と混乱に陥れた文化大革命が幕を閉じたんだぜ。それにしても10年ってとてつもなく長かったのね。毛沢東もせっかく英雄扱いされてたのに、こんなやらかしをしたらおしまいだわ。ところが意外にもというべきか、文革が大失敗しても彼の人気は衰えなかった。むしろ今でも崇拝されてると言っていいくらいだ。そうなの？そりゃまたわけがわからないわね。彼の没後、あれほどの絶対的な力を持つ政治家は出てきていない。むしろ似たような政治家が現れるのを恐れて、権力の一極集中が避けられるようになったぐらいだな。ただし、ある男の登場によって少し状況が変わってきたという説もあるぞ。ん？それって誰のこと？それは国家主席と総書記、軍事委員会主席を兼ね、今や名実ともに中国の頂点に立つと言っても過言ではない政治家、習近平のことだぜ。彼は父親が毛沢東によって16年間も拘束され、自身も15歳からの数年間、辛い生活を強いられた過去を持っているんだ。そしてその強大すぎる権力が毛沢東に例えられ、危険視もされている人物なんだよ。ほえー、若干触れづらいけど、今後の中国をめぐるキーパーソンなのは間違いないわね。さて、今回は毛沢東が引き起こした悪夢の改革、文化大革命について解説したけどどうだった？20世紀の後半にそこまでの大惨事があったとは、にわかには信じられないわね。そうだよな。まああの国のことだから例によって隠された部分も多いだろうけど、どちらにせよえぐい規模の悲劇なのは間違いない。今後、中国がどういう方向へ進むかはわからないが、願わくば同じ惨劇が繰り返されないことを祈るぜ。本当にそうね。次は、中国建国の父と名高い毛沢東の妻にして、中国を代表する悪女、江青のお話だ。毛沢東じゃなくてその奥さんの話なの？ああ。毛沢東の悪性はよく知られているけど、江青も負けてないぞ。彼女は幼少期から貧しい生活を強いられ、女優として花開くもスキャンダルで芸能界を追われた。その後は毛沢東と結婚して政治家となり、文化大革命で悪役非道の限りを尽くしたんだよ。なかなか波乱万丈の人生だわ。それに中国の悪女ってえげつなくて見応えあるのよね。江青が生まれたのは山東省の諸城市という町だ。父親は木工工場の経営者で、母親はその目かけだった。小学校では裕福な家庭の子が多かったらしい。彼女は小さな頃から気が強くて、上級生にまでよく歯向かっていたんだ。かなりやんちゃだったのね。とにかく気性が激しくて、若い女性教師を怒鳴ったり唾を吐いたりすることもあったんだよ。唾吐いちゃいかんでしょ。その後、父親が死亡すると相続関係で揉めてしまう。当時、目かけには相続の権利がなかったからな。こうして、江青は母親と一緒に天津の親戚の元へ身を寄せることになったぜ。天津でタバコ工場の工員として働いた後は、西南市の別の親戚を頼ることになった。結構苦労してたみたいね。その後、芸術の才能を見出されて山東省立実験劇院へ入学して演劇と古典音楽を学ぶ。1931年にはハイメイリンという人と最初の結婚をするも、たった2ヶ月で別れてしまったんだ。ええ？ちょっと早すぎない？このあたりの詳しい経緯はちょっとよくわからないぜ。その後に知り合った女優のユさんを通じて、彼女の弟のユケイと同棲することになる。実はこのユケイが共産党の活動家だったんだよ。そのせいで彼は中国国民党政府に逮捕されてしまい、死刑宣告を受けるって大変な事態になったんだぜ。その関係で、同棲していた江青も上海へ逃れないといけなくなったんだ。そりゃとんだとばっちりだわ。上海ではいよいよ女優活動を開始する。この頃に彼女自身も共産党青年団に加入して、逮捕されたこともあったみたいだな。当時はまだ非合法な活動だったのね。ちなみに江青は生涯で何度も名前を変えていて、生まれてすぐは李宿毛や李新在と呼ばれていた。小学校に上がると縁起のいい李雲閣に変名し、女優になると蘭賓という名前で活動していたぜ。
彼女はそこそこ知られるようになり、上海の疎開つまり外国人居留地でも有名になったんだ。上海ではブルーアップルとも呼ばれたらしい。何それめっちゃかっこいいわ。しかし、後世は異性関係にだらしないところがあり、結局そのせいで女優活動を終えることになるぜ。そうなの？一体何があったのかしら？1934年に映画監督のトウノウと結婚したんだが、2ヶ月後に演出家のショウミンとの不倫が発覚。トウノウは精神的に病んでしまい、2度も自殺未遂する騒ぎになったんだ。何しちゃってんの？このトラブルで上海にいられなくなった後世は、かつての恋人ユケイと共に中国共産党の本拠地延安へ向かったんだぜ。どうも後先考えないで行動するタイプみたいね。この先どうなるか不安しかないわ。延安に到着した後世は、魯迅芸術学院で演劇を教えて食い口を稼いでいた。さすがかつて女優だっただけあって、講義は大人気だったらしいな。まだ若くて美人だし、人気が出るのも当然ね。毛沢東と運命の出会いを果たしたのはこの頃だ。後世が25歳、毛沢東が45歳の時だから20歳差だった。それで二人は恋に落ちたわけ？そうなんだけど、ただ一つ問題があった。それは毛沢東が当時すでに結婚してたってことだよ。ということはつまり、そう、不倫ってことになるぜ。そうだったのね。当時の妻は賀詩琴という人で、3人目の夫人だった。すでに罰に？よく結婚までこぎつけたもんだわ。いわゆる略奪婚ってやつだな。しかも後世はスキャンダルで知られていた。だから共産党の幹部からはかなり反対されたんだ。共産党の偉いさんなら当然ね。そうした声を振り切って、二人は晴れて結婚することになったんだ。ただし条件付きだけどな。ん？どういうこと？その条件とは後世を政治の表舞台に立たせないこと。そして1939年の日中戦争の真っ只中、二人は正式に結婚したんだよ。1949年には毛沢東を国家主席とする中華人民共和国が建国されたぜ。つまり後世は見事ファーストレディの座を射止めたってわけだ。なんだかトントン拍子ね。ただ、決して円満な夫婦関係だったわけじゃない。そうなの？それもこれも原因は毛沢東の女癖の悪さにあった。彼はもともと複数の女性と関係を持つことを全く躊躇しなかったんだ。そのせいで、後世とはすぐに冷え切ってしまったそうだぞ。どっちもどっちすぎる。さっき政治に参加しないっていう条件のことを話したよな。実はこの約束は、すぐに破られてしまうんだよ。一体何があったっていうの？経緯を説明しよう。後世が政治に関与しだしたのは1960年代前半のこと。当時、毛沢東はかなり危うい立場だった。それもこれも彼がしでかした大躍進政策っていう改革が原因だ。大躍進政策って？簡単に言うとソ連に倣って共産主義化を進める政策で、あまりにも非科学的なせいで死者が続出したんだ。その規模は実に数千万人と言われているぞ。この失敗を受けて、毛沢東は一時的に政治の世界からの退場を余儀なくされたんだよ。規模がすごすぎない？国一個分くらいあるわ。ああ。後世は、失意の毛沢東を献身的に支えたらしいな。そして1962年、インドネシアのスカルノ大統領夫人ハルティニが訪中するって出来事があった。その時に接待したのが自分ではなく優勝旗夫人の王光美だったことが後世の機嫌を損ねた。そして、毛沢東に抗議してなんとか自分が表舞台に立つことに成功したんだ。これこそが、初めて後世の姿が公式の場に出た出来事だったんだぜ。結婚の条件が完全になかったことにされちゃった。それとこの頃、後世は毛沢東に優勝旗を打倒するようしきりにそそのかしていたらしいぞ。優勝旗は毛沢東の座を奪った人よね？ああ。この企みは後に見事実現したんだよ。すでに布石が打たれていたのね。そういうことだ。味方によってはこの時に毛沢東に取り入ったことが、その後の後世の権力の基盤になったと言えるかもな。確かにそんな感じもするわね。さて、一度は失脚した毛沢東だったがこんなところで終わるわけはなかった。いよいよ中国最大の失策、文化大革命の開幕だぜ。ご存知の通り一説には死者2000万人とも言われる、歴史上珍しいほどのえげつない失敗だな。死者2000万人って想像もつかない規模だわ。文革のきっかけと言われているのは、ある作品への批判文だった。それは五感の海水悲観という劇作品が、中国共産党を暗に非難しているという批判だ。これを書いたのは楊文元という人物。そして、それに関与していたのが張春橋と後世だった。さて、この三人の名前を聞いてピンとくる人がいるかもしれないな。どういうこと？そこに王光文を加えた4人が後に4人組。またの名を文革4人組と呼ばれるグループだったんだぜ。ほえ、そこで繋がってくるわけか。だな。あくまで文革を支持したのは毛沢東だけど、そのきっかけが他でもない後世だったんだよ。文革が始まると、
後世は悪名高い紅衛兵たちの活動を強く支持した。そして文革の中心地となった北京大学を訪れて、同志諸君の革命的情熱を毛主席に必ず伝えます、と。演説したり、天安門での集会に毛沢東が参加すると、その傍らで自分の存在をアピールしたんだ。この後世の姿は、テレビを通じて全国民の目にしっかりと焼き付いたんだぜ。生き生きしてて腹立つわね。それで、他には何をしたの？劉少奇夫人の王光美の名前がさっき出てきたよな。ファーストレディの座を奪い合った人ね。ああ。後世は彼女を青瓦大学での集会で吊るし上げ、暴行して恥ずかしめた後投獄したんだ。まさに昔の恨みを晴らすかのような、過激なやり口だったんだぜ。聞くのが怖いけど一体何をしたの？まず子供を人質に取って王光美を呼び出し、殴る蹴るの暴行を加えた。さらに、チャイナ服やピンポン玉のネックレス、段ボールで作ったハートを無理やり着せたんだ。なんでまたそんな格好を？どうやら、外国訪問の時の彼女の服装を皮肉ったものらしい。王光美は投獄され、拷問された上に裁判で死刑判決を受けたんだ。なんかめちゃくちゃすぎない？結局、見かねた毛沢東が救いの手を差し伸べて減刑になったんだけどな。とはいえ彼女は、12年にわたって投獄されるというあまりにもなし打ちを受けたんだぜ。後世からすれば完全に仕返し成功ね。こんな風に後世は、4人組の一員として文革で非道の限りを尽くした。劉少奇を失脚させたのはもちろんのこと。他にも周恩来や鄧小平といった政敵たちをとことん攻撃したんだ。その一環でいろいろなことが起こったんだけど、面白いのがカタツムリ事件と呼ばれる出来事だ。カタツムリ？それってどういう事件？当時、指導者だった鄧小平は科学技術の導入で中国を近代化させようと目論んでいた。そして、カラーテレビを国内で生産するために研究を進めるよう指示していたんだぜ。その調査でアメリカに視察団を送った時のことだ。受け入れた米コーニング社は、視察団のメンバーへ水晶製のカタツムリの置物をプレゼントしたんだよ。水晶って素敵じゃない。しかし、それを知った後世が難癖をつけた。カタツムリのように歩みが呪いと我々を罵り、侮辱している、と激怒したんだ。さらにはカラーテレビの導入を売国主義と言って批判したんだぜ。いやいや、言いがかりも甚だしいわ。困った周恩来はカタツムリはアメリカでは幸福を象徴するものなので問題ないと発表し、なんとかことを収めた。だが、結局この騒動のせいでカラーテレビの生産ラインの導入が数年も遅れてしまったんだよ。いや実害ありすぎー。あと後世の悪事で有名なのは、演劇界への迫害だな。彼女は中央宣伝部の文芸所副所長として、国策映画や革命現代狂劇を推進する立場だった。反対に伝統芸能は古い文化として排斥し、有名な俳優を迫害したり、演目を禁止したんだぜ。結果、狂劇界は多くの名優を失ってしまったんだ。さすがにいらんことしすぎでしょ。それもこれも革命のためだぞ。あとは、かつて自分と関係があった演劇関係者や映画関係者をとことん攻撃した。目の敵にしていた女優王英をはじめ、当時敵対していた関係者を次々に潰していったんだ。うへぇ、まさに権力の私物化って感じ。自分を演技派女優として評価しなかった上海の演劇界を相当恨んでいたみたいだぞ。例えば当時スキャンダルを起こした映画監督を、獄死させたり、多くの俳優や女優を自殺に追い込むなどかなりの悪役非道っぷりだったらしい。それだけコンプレックスが強かったのかもね。女優時代の過去を消し去りたかったようにも思えるな。その証拠に、上海で権力を持つ張春橋を通じて、かつて共演した俳優や演出家から自分に関するものをことごとく没収したんだ。それも手紙とかだけじゃなく、ブロマイドやパンフレットに至るまで全てだぜ。過去を抹殺したかったとしか思えないな。さすがに止める人はいなかったの？彼女に意見できるような人は皆無だったぞ。恐ろしすぎるでしょ、まさに女帝ね。女帝といえば後世の性格の悪さも有名だ。例えば専属の看護師が結婚のために帰郷すると、癇癪を起こして北京に軟禁した。あまりに勝手なために周囲の職員が奮闘し、なんとか救い出そうと試みたんだ。結局、それが毛沢東の耳に入り解放されたが、そうなるまでに1年半もの歳月がかかった。それじゃその間ずっと監禁されてたってことか。しかも、その時に手助けした職員は後に後世によって強制労働などの罰を受けたんだぜ。ひどすぎる。まだあるぞ。後世が子犬を飼い出した時のことだ。ある日、外出の後にあげようと思っていた残飯を子犬が勝手に食べてしまったらしい。後世は誰かが食べさせたに違いないと疑い出し、すぐに犯人探しが始まった。部下からしたら生きた心地がしないわね。しかしどう考えても犯人は子犬自身だったので、しまいには子犬を掴んで秘書に投げつけて、犬と一緒に出て行け、と叫び、実際に追い出してしまったらしい。邪気暴落すぎない？まあ、結局は秘書がいないのが不便すぎて、1週間で呼び戻されたらしいけどな。突
っ込むのもアホらしくなるわ。まあ同情する点もないわけじゃない。権力は人を狂わせるからな。当時、4人組は公正を傑出した女性政治家というイメージでしきりに祭り上げていた。歴史上の女帝たち、例えば菅野横や党の側転武功と重ね合わせていたんだ。確かに女性政治家は少ないから目立つしね。公正は側転武功がしたように国服を制定しようとワンピースをデザインさせて、それを全国の女性に着せようとした。ところが庶民たちには馬鹿にされ、公正ワンピースと密かに呼ばれて笑われたんだぜ。あちゃー、まあ同情の余地はないけど。まあ当人としては不安もあったみたいだな。ある日、毛沢東にいくらかお金を要求したことがあった。公正が尋ねると毛沢東の愛人の張玉鳳が応対し、預けられた3万円が渡された。すると公正はこう言ったんだ。張さん、この額では私には足りないわ。私はあなたとは違うのよ。将来殺されたり投獄されたりするのに備えなくちゃ。それは怖くないんだけど。生かさず殺さず変われるかもしれないわ。これはちょっとしんどいわね。もしかすると、自分の立場が盤石ではないとすでに予感していたのかもしれないぜ。恐ろしい世界だわ。そんな公正の暴政も、ついに終わる時が来た。彼女は毛沢東の後継者になりたいと望んでいたが、そううまくはいかなかったんだ。毛沢東が病気で亡くなると、公正たち4人組は政治転覆の罪でまとめて逮捕されてしまったんだよ。ええ、とんでもない急展開ね。その後の4人組裁判と呼ばれる裁判では、公正は無期懲役の刑を受けた。文革を隠れ蓑に好き勝手した罰として、厳しい判決を受けることになったんだぜ。まあ自業自得としか言えないわ。裁判中に大声でわめき散らしたり、無罪を主張したりととにかく往生際が悪かった。この裁判は公開され、世界中に映像が流れたんだ。裁判長が公正への判決、死刑、と読み上げると、革命無罪、造反有利、反革命集団を打倒せよ、と高らかに叫んだんだよ。この映像は今でもネット上にある。判決の後、監視たちに連れられる公正が見られるぞ。うわぁ、なんか生々しいわ。その後は何年も獄中生活を送ることになったが、癌の療養のために仮釈放された。そして1991年には北京の居住地内で、なんと首吊りによって自害してしまったんだぜ。これが好き放題した女帝の末路。部屋の片隅の古新聞には遺書らしき文章があり、そこには毛主席、あなたの生徒、あなたの戦友が今、会いに行きますと書かれてあったんだ。正直後味悪すぎる。死後も公正の悪女というイメージは根強かった。娘の李凸が公正のふるさとである山東省書状に埋葬を試みたが、トラブルを恐れた江沢民によって北京の共同墓地に埋葬するよう指示されたんだよ。墓石には公正とは刻まれず、昔の名前李雲閣とだけあるそうだぞ。確かに恨んでる人なんて腐るほどいるだろうしね。墓が荒らされたりするのを考えれば、残念ながら当然としか言えないわ。あまりにも強大な権力を持った公正だったが、その末路がこれだと思うと哀れな気もするよな。次は、毛沢東の性生活についてだ。毛沢東は皇帝に匹敵する絶対的な支配者だった上に、あまりにも乱らな性生活を送っていたんだ。毛沢東は、もともと深刻な勃起不全だったんだ。だけど、仙人石の立水に従い、白頭山の生人参を飲み続けたことで改善したんだ。その反動からか、80代になっても性機能が衰えない方法を考えろと立水に命じたんだぜ。いやいや、無理難題すぎるでしょう。そんな毛沢東の初体験は18歳で、相手は同じ村に住んでいた12歳の少女だったんだ。69歳の時に、その少女を探すように命じて見つけたが彼女は白髪の老婆になっていたんだ。失望した毛沢東は、慰労金として2000元を渡し、彼女を追い返したそうだぜ。失礼にも程があるわ。しかも12歳って、行為に及ぶには幼いわよ。毛沢東って、ロリコンだったの？まさにその通りだぜ。毛沢東は10代の少女を好み、中でも教育レベルの低い純朴な農村出身の少女を欲しがったんだ。成人女性や知的な女性は政治的な面で目ざとく、純粋さを楽しめなかったからだそうだ。毛沢東の妻である公正も、貧しい家庭の生まれだったらしい。政治に口を出さないからっていうのが、なんとも独裁者らしい理由ね。霊夢が言ったように、もともとそういった思考があっただろうけどな。しかも毛沢東は、しばしば自分以外は全員女性の舞踏会を開いたんだ。舞踏会に招かれた女性たちはみんな若くて可愛く、知識が少なく、毛沢東への忠誠心が強かったそうだ。まさにハーレム状態ね。また、毛沢東はノートを持ち歩き、自分が気に入った女性たちの名前を記録したんだ。そしてたびたびノートに書いた女性を呼び、その女性と1時間ほど寝床を共にしたそうだ。女性たちはよく相手にしたわね。性欲が強すぎる上にロリコンなんて、私ならドン引きよ。私も同感だが、当時の女性にとってはそうじゃなかったんだ。当時、
毛沢東は神格化されていたため、女性たちはむしろ関係を持つことを望んだんだぜ。そして自分の地位も上げたかったってわけね。ちなみに、毛沢東は関係を持つ前に祖女教という敬称を相手の女性に渡したんだ。毛沢東はその本で、女性たちに自分との性行為の仕方を教えたんだぜ。本当に皇帝みたいね。そうだよな。また、毛沢東は男性も寝室に連れ込んでいたんだ。ただし同性愛者ではなく、目新しい快楽を追求するためだったんだぜ。性欲に忠実すぎて、もはやすがすがしさすら感じるわ。もっとも、こんな生活を送り続けた結果、毛沢東はトリコモナスという性病にかかったんだ。男性にとっては大して問題にならないが、女性には致命的な病気となるんだぜ。だが、当時の女性たちは移された性病を、毛沢東と関係を持った勲章にしたそうだぜ。性病を勲章にするとかヤバすぎる。専任医師である李翡翠は、これにはさすがに危機感を抱いたらしい。李翡翠は毛沢東に、性病の危険性や妻にまで感染する恐れを主張したんだ。だけど毛沢東は自分が無事なら問題ないし、妻とは最近してないから大丈夫と聞かなかったんだぜ。そういう問題じゃないでしょう？李翡翠は、せめて衛生面は考慮する必要があると勧告したが、毛沢東はこれも聞かなかったんだ。その理由は、一日に何回も女性の体の中で洗っているからだそうだ。それは洗っているとは言わないわよ。また、毛沢東は主席に上り詰めた後、自分の性器だけは洗わなかったんだ。代わりに下々のものに、水に濡らしたタオルで拭かせていたそうだぜ。不潔気はあまりないわ。こんな調子だから、李翡翠は単独で、毛沢東の寝室を消毒するよう周囲に指示したんだ。だが、主席の寝室を消毒など侮辱同様だとして、毛沢東の参謀たちに阻まれたんだぜ。毛沢東もやばいけど、参謀も参謀ね。それだけ、毛沢東の権力は絶大だったんだろうな。こんな具合に乱らすぎる生活を送っていた毛沢東だが、国民には禁欲主義を説いていたんだぜ。自分の生活を棚に上げてよく言うわ。皇帝の性生活や高級の壮絶さが想像以上で、もう夢のハーレム生活だとは思えなくなったわ。後継ぎが必要とはいえ、さすがに1ヶ月に200回以上は体力が持たないよな。だからこそ、実際には性生活に没頭した皇帝や支配者も結構いたことに驚いたわよ。人の欲には際限がないって、よくわかったもの。皇帝や支配者に気に入られて権力を得たい人々の欲も、過激な性生活に拍車をかけたのかもしれないな。それはあるかもね。中国の皇帝や支配者の面白い話は他にもあるから、興味があったら調べてみてくれ。次は、中華人民共和国建国の父にして、20世紀最悪の性欲モンスター毛沢東と、彼の犠牲となった女性のお話だ。毛沢東といえば、今でも中国では尊敬される英雄よね。それが性欲モンスターってどういうこと？英雄といっても、建国後はお粗末な内政で数千万人もの犠牲者を出すという、あまりにも大きなしくじりを引き起こしたのが毛沢東だ。それに加えて実は、私生活でもヤバい奴だったって話だな。ヤバいって性欲的な意味で？ああ。特に晩年には極貧農家出身かつ10代限定で、数えきれないほどの美少女たちを集め、毎日のように夜の相手をさせていたんだぞ。さすがにイメージが覆りそうだわ。毛沢東といえば中国共産党の指導者として日中戦争、第二次世界大戦、そして国境内戦といった戦争を粘り強く戦い、中国共産党を勝利に導き、バラバラだった中国を統一して現在の中華人民共和国を建国した人物だ。そこだけ聞くと普通に偉大なのよね。ここだけ聞けばな。だが中国統一後は、党内の権力争いや内政の失敗により、6000万人以上の国民が命を落とすなど、致命的なしくじりも多い人物だったんだ。大躍進政策とか文化大革命とか有名よね。さて、今回解説するのはそんな毛沢東の女性関係についてだ。毛沢東と関わった中には、今回扱う孫異性のように、かわいそうな結末を迎えた女性も多い。まずは彼の乱れまくった性生活について紹介しておこう。よろしく頼むわね。1893年に中国湖南省で誕生した毛沢東は、12歳の頃に幼馴染と初体験し、14歳になると、父親によって4歳年上の女性と無理やり結婚させられる。だが幸か不幸かこの女性は、そこから約1年という短さで赤痢にかかり、亡くなってしまったんだ。14歳で最初の結婚ってさすがに若すぎるわね。その後2人の妻を経て、当時美人女優だった高生と結婚することになる。彼女は当時25歳の若さだが既婚者で、そのため2人は不倫の後結婚しているぞ。そして1949年、共産党が中国を統一し中華人民共和国を建国して英雄になると、毛沢東の性欲は一気に爆発するんだ。これもう手がつけられないでしょ。そこでは女性を得るためのダンスパーティーが毎週開催され、軍や政府機関が文化工作隊と呼ばれる美女軍団を組織して、
毛沢東の夜の相手として続々と送り込まれる。実は毛沢東の相手をする女性には、ある絶対的な条件があったんだがわかるか？さっぱりわからないわ。容姿だけじゃないのよね？もちろん美少女なのは当然ながら、彼女たちは一人残らず極貧農家の出身で、純朴で無教養かつ毛沢東を一身に崇拝する、10代後半の少女でなければいけなかったんだよ。貧しい女の子だけって、何らかの性癖を感じざるを得ないわ。さすがにスケベ親父みたいな感じで疎まれそうね。いやいや全くそんなことなかったぜ。どういうこと？なんといっても、この頃の毛沢東は神のように崇められていて、毛沢東と握手した農民は手を洗わなかったとか、遠いところから親戚たちが、握手した手に触るために訪れたとか、あまりにも面白いエピソードが残っているからな。まさに神様レベルの扱いね。そんなわけで、彼と夜お供にすることもとんでもない名誉だったんだよ。歳をとって減退したと思われた性的機能も、67歳になる頃にはなぜか回復し、毎週1回だけだったダンスパーティーを、週2回に増やすほどだったんだ。半分妖怪になってない？ちなみに彼は、一人の女性を3日以上連続で相手にすることはなく、常に新しい女性に相手をさせたぜ。それだけでなく、一度に何人もの女性たちと楽しむことが大好きで、相手をした女性たちには、他の女の子も紹介するように頼んでいたらしい。パパ活の先取り。女性たちはそれに応えて同僚や友人、さらには姉妹やいとこを連れてくることまであったんだよ。とんでもない権力者の遊びだわ。さて、そんな毛沢東の犠牲となる孫維静は、中国共産党の革命烈士の娘で、周恩来の養女、女優及び演出家としても知られた女性だな。なんだか毛沢東の周りの女性って女優さんが多いのね。よく考えたら闇が深い話だわ。確かにな。さて孫維静だが、生まれたのは1921年、中華民国の四川省南経験だった。1927年の上海クーデターで、父親が中国国民党の手にかかって命を落とし、それからは母の手によって育てられたんだ。父親は共産党員だったのよね。ああ、クーデターのごたごたに巻き込まれ、蒋介石率いる中国国民党によって逮捕されて命を奪われたぜ。孫維静は14歳の時に、母親と共に上海に行って女優になり、1936年には周恩来夫妻の養女となったんだ。周恩来って中国共産党の超大物よね？いきなり養女になるって驚きだわ。実は理由があって、亡き父と周恩来は窮地の中だったんだよ。それでかわいそうに思った周恩来が、彼女を養女に迎えたわけなんだぜ。なるほど、そんな事情があったのね。さて孫維静は1937年に武漢の八路軍事務所へ行き、その翌年16歳で中国共産党に入党する。その後は周恩来の指示でモスクワへ留学して演劇を学び、帰国後は延安京劇院の四大美女の一人と呼ばれる女優となるんだ。戦後、中国では国共内戦に共産党が勝利し、中華人民共和国が成立したぜ。国民党を台湾に追いやって共産党が勝利したのよね。その通りだな。それで肝心の毛沢東はいつ出てくるの？これから登場するぜ。建国直後の1949年のこと。毛沢東はソ連の独裁者ヨシフ・スターリンとの会談のため、ソ連へ向かうことになる。その代表団のロシア語通訳者として、孫維静が随行を命じられたんだよ。だがここでとんでもない事件が起きる。と、どういうこと？モスクワ行きの列車の中で、毛沢東が孫維静にロシア語を教えるよう頼んだんだが、その時に彼女を強引に襲い、男女の関係を結んでしまったんだぜ。ええ？時と場所をわきまえなさいよ。しかもお父さんの周恩来とも知り合いなんじゃないの？そうなんだぜ。しかもその列車の中に同乗していたからな。とんでもないシチュエーションもあったもんだわ。トラブルにならなかったのかしら？もちろん周恩来は激怒したぜ。だがソ連訪問という大切な要件の途中なのもあってか、表沙汰にはならなかったんだ。もしかして毛沢東はそれも見越してやったんじゃない？真相は謎だが、確かにそれも考えられるよな。もしそうなら卑怯すぎるわよ。さて、ともかくソ連から帰国した孫維静は、中国青年芸術劇院の演出を任されることになる。毛沢東は、孫維静を自分のものにしようと真面目に考えていたらしく、周恩来に相談したが、本人の意向が大事だと断られてしまったらしい。本気で狙いに来るの怖すぎるわ。だが結局、孫維静は俳優仲間の金山と恋愛し、周恩来の意向もあって、彼と結婚することになったんだよ。実はこの金山も既婚者ではあったんだけどな。こっちはこっちでドロドロだったのね。さてそんな孫維静だが、1960年代に始まった文化大革命では、毛沢東の妻で政治家でもあった江青の激しい嫉妬を買い、迫害を受けることになる。どうして毛沢東の奥さんから嫉妬されたの？そもそも江青は元は孫維静と同じく女優で、彼女の名声の高さに嫉妬していたんだ。
それだけでなく、毛沢東との男女関係への嫉妬もあったようだな。ちょっと待って、それじゃ列車の件だけじゃなくて、それからも毛沢東と孫維新の関係は続いてたってこと？そういうことになるぜ。当時孫維新は中国の演劇界でかなり出世していたし、そもそも周恩来の養女という立場もあって、毛沢東の自宅にも頻繁に出入りしていたと言われているからな。そうだったのね。でも奥さんから嫉妬されるってヒルドラ並みのドロドロだわ。実はこの恒星自身、極めて厄介な女性だったんだ。もともと性格に難があったのもあるが、1950年にモスクワで子宮摘出手術を受けた影響もあって、当時は頭髪が抜け落ち乳房もしぼみ、しばしばヒステリーを起こすようになっていたんだよ。さて、そんな恒星は文革が始まると、政治家として強大な権力を持つようになる。そして中国共産党の大物、林彪の妻である楊軍と同盟を組み、好き勝手をし始めるんだ。好き勝手？なんか怖いわね。そして二人のターゲットには孫維新も含まれていたんだよ。毛沢東との男女関係の件ね。ああ。だが他にも古くからの因縁があったんだ。どういうこと？かつて恒星が独身の頃、孫維新と一緒に演劇のオーディションを受けたことがあった。その結果恒星には端役が与えられ、孫維新は主演を射止めたぜ。おっと、それは気まずすぎるわよ。そもそも恒星と比べて孫維新は女優として優れていて、周りからの評価も高かったんだ。この一件があって、恒星は二度と舞台に立つことはなくなったんだぜ。あらら、芸能界は残酷だわ。しかも恋愛のごたごたもあったらしい。当時恒星は、魯迅大学の教師である女義神と恋愛関係になっていたんだが、その女義神は孫維新を見ると、彼女の方に夢中になってしまったんだよ。うわぁ、まだあるぜ。実は孫維新と恒星について調べてみると、いろんなところで修羅場があったことがわかったんだ。何があったっていうの？孫維新は金山という男性と結婚していたんだが、金山はかつて1930年代に、上海で恒星と男女の中にあったんだぜ。ええー、さすがに界隈が狭すぎない？そうだよな。あと、林彪の妻の楊軍とも孫維新は因縁があったことがわかったんだ。楊軍は恒星と同盟を組んで好き勝手した女性よね。そっちとも因縁があるの？ああ、孫維新がモスクワに留学してたことは話したけど、そこで後に楊軍と結婚する林彪に出会っているんだぜ。すでに不穏な予感がするわよ。林彪は日本軍と戦う抗日将軍として有名で、モスクワにもその名前が轟いていたんだ。1938年、林彪が怪我の治療のためソ連に渡ると、モスクワにいる多くの中国人たちは、彼に羨望の眼差しを向けたんだ。そしてこの時、林彪は孫維新と出会ったんだよ。できれば出会うだけで終わってほしいんだけど、もちろんそれだけじゃ終わらない。若き孫維新は美しくいつも笑顔で、モスクワでも有名だった。林彪は孫維新に続婚になり、彼女にプロポーズするほどになったんだ。ちなみに林彪は当時既婚者だったんだけどな。ええ、もちろん妻とは離婚するという約束だったぜ。だが孫維新は林彪のプロポーズを受け入れず、その代わり学業を終えたら、林彪との結婚を考えると約束したらしい。じゃあ孫維新の方もその気だったのね。そうみたいだな。しかし結局二人は疎遠になり、1942年に林彪が中国に帰国すると、1943年に楊軍と結婚することになる。こうした関係性もあって、孫維新と楊軍も、やっぱり仲がいいとは言えなかったんだよ。さすがにトラブルの種をまきまくってる感じがするわ。そんな因縁の結果、文化大革命の初期にはすでに、孫維新は反動的な芸術の権威として、批判されることになるんだぜ。とはいえ最初の頃は周恩来の養女という背景もあって、逮捕は免れていたんだ。さすがに首相がバックボーンにいると強いわね。だがそんな状況も次第に変わっていくことになるぜ。一体何があったっていうの？文化大革命の最中、孫維新の周囲で予期せぬ出来事が立て続けに二つ起こったんだ。何が起きたの？まず一つ目は兄の孫耀の逮捕だ。孫耀はかつて秘書を務めた私徳の伝記を書いたことで、文革4人組から目をつけられ、投獄され最後は命を落としてしまったんだぜ。そんな、孫維新にとっては数少ない肉親なのに。そうだよな。もう一つの事件が夫である金山の投獄だ。なんとか孫維新を貶めようと考えた恒星が、金山をソ連の工作員の容疑で投獄するという力技に出たんだよ。同時に、金山の犯罪の証拠を探すという名目で、孫維新の自宅が固く捜索され、大量の手紙と写真が押収されることになったぜ。だんだんと包囲網が狭まってきた感じがするわね。そろそろヤバそうだわ。こうして金山は、恒星らが設置した刑務所に7年間投獄されることになる。7年って長すぎるわよ。ああ、しかも後に金山が出所するときには、もうすでに最愛の妻と会うことはできなかったんだぜ。ええ？一体何が起きたっていうの？経緯を語ろう。
1968年3月1日の深夜、孫維盛の自宅のドアがノックされ、ソ連修正主義者の工作員として告発されたんだ。人々が家になだれ込み、何も言わずに孫維盛を外に引っ張り出したぜ。そんな、車は長時間屋外を走った後停止し、暗い部屋に閉じ込められたんだ。孫維盛を尋問したのは公安ではなく、空軍の現役軍人のグループだったらしい。彼らは洋軍の指示に従って動いていて、その洋軍は恒星の指示に従っていたんだよ。やっぱり恒星が黒幕だったのね。しかも養父である周恩来による救出を阻止するために、彼らは孫維盛を刑務所に投獄するのではなく、北京公安局の秘密拘置所に監禁したんだ。手が込んでるわ。取調官は孫維盛に、どのようにしてソ連に留学するようになったのか、ソ連でどのような訓練を受けたのか、ソ連のフルシチョフ修正主義からどのような指示があったのか、また、どのような破壊活動をするよう求められたのかを尋ねたぜ。真相はどうだったのかしら？そこは不明だな。ちなみに逮捕される前、孫維盛は妹にこう話していたらしい。私は何があっても死ぬことはできない。もし私が死んでも信じないで。殺されたに違いないから。自分の運命が分かってたかのようね。もしかするとうっすらと予感していたのかも。ともかく刑務所での孫維盛は、かつての父親と同じく強い意志を持っていたため、非人道的な拷問を受けることになったんだ。孫維盛が拷問を受け命を落としたのは、1968年10月14日と言われている。この日は偶然にも、彼女と金山との結婚18周年記念日だったんだよ。そんな日に残酷な拷問を受けるなんて、噂では遺体は腕と足が拘束されたままで、服は全くつけていなかったらしい。しかも傷跡だらけな遺体の頭頂部には、一本の長い釘が打ち込まれていたのが見つかったんだ。ひどすぎる。一説では、その場を訪れた恒星がたくさんの受刑者を使い、集団で孫維盛を殴り物にしたと言われているな。しかもこれに参加した受刑者は原刑を受けたそうだぜ。あまりにも地獄だわ。本当にそんなことがあったなんて信じられないわね。このことは、10年後にあった看守へのインタビューでほのめかされたんだ。しかも他の二人の囚人も、看守が刑務所内で孫維盛を、数人の男性受刑者に引き渡したのを目撃したと証言しているぞ。また、養父である周恩来を陥れるための嘘の証言を求められたものの、その要求に屈しなかったせいで拷問されたという話もあるぜ。育ての親を守ろうとしたために命を落としたってことなのね。孫維盛が逮捕された後、周恩来は各地に調査員を派遣して、何度も聞き込みを行ったが、何の情報も得られなかったそうだ。彼は解剖が行われるべきだ。原因を確認するために検査が行われるだろうと話したが、結局それは叶わなかったんだ。どうしてなの？恒星が周恩来の指示に反し、孫維盛を強制的に反革命者と認定して、遺骨も残さず火葬してしまったんだよ。拷問の証拠を残したくなかったのね。ずる賢いやり方だわ。ちなみに夫の金山はその後1976年、孫維盛の妹の孫新生と再婚しているぜ。そうなのね。事情はわからないけど、なんかモヤモヤするわ。まあ当時の慣習的なものもあったのかもしれないな。ともかくこうして毛沢東に愛された孫維盛は、恒星の嫉妬によって命を落としてしまったんだぜ。恒星はまさに権力を傘に着て昔の恨みを晴らしたことになるわね。ただの色恋沙汰だったはずが、こんなドロドロな結末を引き起こしたことに驚きだわ。次は、毛沢東を裏切った林彪のお話だ。林彪は中華人民共和国の政治家で軍人、そして中華人民共和国元帥だ。国務院副総理、国防部長、党中央委員会副主席、党中央軍事委員会第一副主席などを歴任した人物だぜ。文化大革命中の1968年10月に失脚した劉少奇国家主席に代わり、毛沢東党主席の後継者に指名されるほどの立場だったぜ。じゃあナンバー2ってこと？そう言えると思うぞ。ところがそんな林彪も、最後は悲劇的な結末を迎えることになるんだ。どういうことか教えてもらえる？当時の中国はかなり荒れた状況だった。それを象徴するのがプロレタリア文化大革命、通称文革だろう。文革って聞いたことはあるけどどんな出来事だったかしら？簡単に言えば1960年代後半に始まった、共産主義革命推進運動のことだ。さて、この文革が始まると1958年には党内第6位だった林彪の地位は、1966年に第2位となり、国防部長兼党副主席になったんだ。その結果、林彪は軍事面と政治面の両面にわたって権限を掌握。1969年には毛沢東から直々に後継者に指名されたぜ。どう見ても順風満帆じゃない。それがどうして裏切ることになっちゃうの？実はこのあたりから事情が変わってくるんだ。なぜなら毛沢東が国家主席の地位を廃止すると言い始めたからだぜ。
国家主席を廃止って、なんでそんなことしようと思ったのかしら。はっきりした理由はわからない。だがどうやら毛沢東は林彪のことを警戒し始めたらしいんだ。理由はいくつか考えられるが、大きいのはソ連との関係を疑ったという点だろう。つまり、毛沢東は林彪をソ連のスパイだと思っていたってことだな。現に林彪はかつてソ連にいたことがあったから、一応筋は通っているんだぜ。へえ、そんな事情があったのね。あとは、林彪が毛沢東暗殺を企てているのではないかっていう疑いもあったようだ。というのも、林彪には息子と娘が一人ずついたんだが、息子の方は林立家という名で、彼が両親と共に毛沢東暗殺計画を立てたとされているんだよ。ただし、この事件に関しては真偽不明なんだぜ。そして、これから話すのが林彪の謎めいた最後についてだ。一体何があったの？林彪が亡くなったのは1971年9月13日のこととされている。実は原因は暗殺だったのではないかと言われているんだ。ってことはやっぱり毛沢東が？結論を出すにはまだ早いぜ。事件の経緯はこんな感じだ。1971年9月12日、娘を除いた林彪一家は、イギリス製のホーカー、シドレイトライデント旅客機に乗り込んだんだ。だが翌日未明、一行を乗せたトライデント機はモンゴル人民共和国で墜落。一家全員がこの時命を落としたものとみられるぜ。ええー、なんか怪しすぎない？もちろん怪しいよな。そもそも、林彪はおそらくソ連に向かっていたものと思われるんだ。モンゴル人民共和国はソ連の16番目の共和国と呼ばれ、衛星国という名称で呼ばれた国でもある。だから毛沢東暗殺に失敗した林彪が、ソ連に逃れようとして途中で事故に遭ったというのが、中国共産党の公式見解なんだよ。そんな都合よく飛行機事故が起きるなんてあり得るの？さてどうだろうな。この時の生存者はいなかったため、事故だったかどうかも不明なんだ。しかも、林彪事件についてのあらゆる記録は、その後の1970年代後半に全て抹消されてしまっているんだぜ。謎めきすぎてるでしょ。急いで離陸したために燃料が不十分で、そのため燃料切れで墜落したという説、飛行機内で争って落ちた説、ソ連側が撃墜した説などがあるが、未だに原因は分かっていないんだよ。ちなみに周恩来は、毛沢東に林彪を乗せた航空機を撃墜するか尋ねたという話もある。毛沢東はこんな言葉を述べたそうだ。雨は降るものだし娘は嫁に行くものだ。好きにさせればいい。これが真実かどうかもまた不明なんだけどな。もし真実なら、まるで林彪が亡くなるのを知っていたようにも聞こえるわ。こうして林彪がいなくなった後、周恩来は速やかに林彪派の人間たちを逮捕させたんだ。93人が即座に逮捕され、1000人以上が最終的に粛清されたと言われているぜ。ひどい話だわ。やがて周恩来と毛沢東が相次いで逝去すると、文化大革命は終わりを迎える。林彪に関しては全ての功績がなかったことにされ、一時期は完全に歴史から抹消されたほどだったらしい。にしても林彪が次期国家主席だったことを考えれば、あんまりな扱いだったわね。独裁者を裏切った罪はそれだけ重いってことなんだぜ。だからこそ裏切りが成功した時に、歴史が大きく動くんでしょうね。次は、中華人民共和国建国の父にして20世紀最悪の独裁者毛沢東の腹心として信頼された、彭徳懐という男の辿った悲惨すぎる末路のお話だ。腹心として信頼されてたのに、そんなひどい末路が待ってるってマジなの？ああ、そこには毛沢東が推進した2つの最強しくじり政策、すなわち大躍進政策と文化大革命が関係していたんだ。彭徳懐はその波に飲み込まれ、最後は全ての窓を新聞紙で覆われた部屋で、8年もの時を過ごすことになるんだよ。そんな彭徳懐の末路を最後まで見ていってくれ。それでは行くぜ。後に中華人民共和国を建国する毛沢東だが、生まれは1893年湖南省昇丹県。そこそこ裕福な中流家庭で、父親は小学校教師をしていたんだ。つまり生活は豊かとまでは言えないが、衣食には困らないって感じだな。そして、常に大きな事業を成し遂げたいと思っていたらしい。意識高い系だったのね。一方、彭徳懐が生まれたのは1898年。同じく湖南省昇丹県の貧しい家庭の生まれだった。貧農の出身で幼くして母親が病死したため生活は困窮し、祖母と共に物乞いで孤高をしのぐ生活をしていたらしい。9歳で故郷を離れると13歳からは炭鉱で働き、15歳で童貞湖のダム建設工事に従事しているぜ。毛沢東とは全く違うわね。17歳で軍隊へ入り、18歳で湖南軍観光武道に入学。卒業後は軍隊に戻って北伐にも参加したが、蒋介石が上海クーデターを起こすと、国民党軍から追放され1928年には中国共産党に入党。間もなく平行での武装蜂起を指揮して、中国工農工軍第五軍を組織する。部隊は厳しい軍律と勇敢さや団結力で知られ、
報徳会は兵士から慕われる理想的な司令官だったと言われているな。なかなか波乱の前半生だけど、ついに共産党に入ったのね。そうだな。その後、聖光山で籠城していた毛沢東に協力するように党から指示を受け、毛沢東や首徳らと合流。当時、報徳会の党歴はわずか7ヶ月。毛沢東はすでに8年の党歴があったからその差は歴然だぜ。毛沢東の方が全然ベテランだわ。だが、報徳会と毛沢東は広い中国の中では、ほとんど同郷と言って差し支えないほど出身地が近かった。そのため中華人民共和国成立後も、報徳会は毛沢東に対して主席という敬称の代わりに老毛と呼びかけたり、ノックもしないで部屋に入って寝ている毛沢東を叩き起こすなど、遠慮ない態度で接する唯一の高級幹部で、毛沢東の方も許容する間柄だったんだ。毛沢東を賛美する言葉を言うことも初めから拒否していたようだな。確かに二人とも湖南省省探検の生まれだし、親近感が湧くのは当然ね。そんなわけで1928年から1958年まで、二人は30年にわたって親交を深めることになる。とはいえ毛沢東は報徳会の制御しがたい性格に、いつも苦労していたと言われているぞ。後に報徳会は、自分と毛沢東の関係についてこう語っているんだ。自分と毛沢東は同省医務であり、一見すると仲がいいようだが実際には違う。同省医務？同省医務は同じ仲間内でありながら、異なった考えを持つことを意味する言葉だな。それが最終的に決裂を引き起こすことになるのね。おそらく毛沢東も同じように感じていたんだろうけどな。そうでしょうね。さて、当時の報徳会は毛沢東にとってそこまで大きな存在とは言えず、報徳会の方もまるで飼い犬のように毛沢東に従っていたという。だが、1930年6月には報徳会の部隊は皇軍第一方面軍第三軍団に再編され、報徳会自身がその総指揮官に任命されるんだ。軍人として出世していくのね。そして皇軍の主要な指揮官を務め、多くの軍功を立てる。1934年10月からは調整に参加し、この頃には毛沢東の信頼を得て軍功を称えるシーカーを送られているぜ。まだまだ平穏な感じがするわ。ところがその後、毛沢東が自ら軍隊を指揮するようになると問題が生じてくる。というのも、皇軍は毛沢東の指揮に非常に不満を抱いていたらしい。あらら、第一軍団の林彪は報徳会に向かって、毛沢東の指揮は心配だ、このままでは崩壊すると言い放ち、報徳会に指揮を任せるよう求める。そして中央軍事委員会に手紙を書き、軍隊の指揮権を報徳会に渡すよう要求したんだ。林彪っていうのも有名な人よね。ああ、毛沢東の側近として長く活動することになる人物だな。さて、毛沢東はこうした林彪の行動の背後に報徳会がいると推測。そして1935年5月、瑞金で開かれた中央政治局拡大会議で、毛沢東は林彪の手紙を取り出して報徳会に警告するんだ。公の場で警告したってなると、対立が決定的になるわね。だが後に報徳会も声明を出し、林彪は報徳会は手紙と無関係だと証明する。まあ誤解かどうかはともかく、すでに亀裂は生じ始めていたってことだな。そのようね。当時、毛沢東は報徳会の戦残構想に悩まされていたと言われる。これは既成事実を作っておいて、決定権者が承認せざるを得ない状態を作ることという意味だな。ってことは、報徳会は指示に従わずに独断専行しがちだったのね。そういうことだろう。1937年の第二次国境合作によって皇軍は八路軍に改組され、報徳会には国民政府から国民革命軍中将の階級が授与、八路軍副総指揮官に任命される。日本軍は正面攻撃を停止し、兵力を分散させて共産党の根拠地に侵入して守備力を弱める作戦を取っていたが、報徳会はこの機会を捉えて百団大戦を発動するんだ。百団大戦？百団大戦は日中戦争中の1940年8月から12月にかけて、山西省、河北省周辺で起きた、中華民国国民革命軍に参加中の中国共産党軍と、大日本帝国陸軍との一連の戦いだ。ちなみにこれは中国側の故障だけどな。この戦いは3ヶ月半続き、日本軍に2万600人の犠牲者を出すことになるぜ。かなり大規模な戦いだったみたいね。ところが毛沢東は、報徳会が発動したこの百団大戦にとても不満だったという。というのも報徳会が中央軍事委員会の承認を得る前に、東海上も早く行動を開始していたからなんだ。これにより日本との戦争を利用して毛沢東の権力を弱めようとしていると疑われてしまう。しかも優れた将軍にもかかわらず、報徳会の関心は軍事の範囲をはるかに超えて、政治や経済についてもしばしば意見を述べていたんだ。毛沢東にとって、報徳会はかなり危険な存在になっていたのね。
そして1943年10月、毛沢東は彭徳懐をどうにか排除する方法を考えた結果、彼を戦地に送り込むことで影響力を弱めようと試みたんだ。あわよくば命を落としちゃったりすれば儲けもんって感じかしら。それもあったかもな。さらに1945年2月の軍隊工作座談会で、毛沢東は彭徳懐を厳しく批判。その場では彭徳懐は従順な態度を示すが、毛沢東は許さず、江青や劉少奇といった中央幹部も会議に参加して一緒に彭徳懐を批判したぜ。彭徳懐は軍隊で軍会制度や兵役制度を推進していたが、これは毛沢東から見れば、彭徳懐が自分の影響力から脱却しようとしていることでもあったんだ。さすがにヤバい雰囲気が漂ってきたわ。さて、日中戦争末期の1945年6月の第7期一中全会において、彭徳懐は党中央政治局委員に選出される。さらに同年8月には中央軍事委員会副主席、総参謀長に就任しているぜ。順調すぎるしせね。また、国境内戦時代には西北野戦軍の司令官兼政治委員、中国人民解放軍副総司令を務め、1947年に国民党軍が延安を攻略すると、一時撤退して遊撃戦で個別の敵を撃破する戦略を取り、1948年4月に延安を奪回することに成功。1949年には西北部を攻略し、西北局第一書記、西北軍政委員会主席、西北軍区司令官を兼任する。そしてついに中華人民共和国が成立すると、中央人民政府人民革命軍事委員会副主席となっているぜ。かなり上り詰めてるわ。ああ。1950年6月に勃発した朝鮮戦争は、9月15日には国連軍の仁川上陸作戦により北朝鮮の軍事的優位性が崩壊。国連軍は北進し10月15日には38度線を突破。ソ連と北朝鮮からの応援要請を受けて政治局拡大会議が開かれる。建国間もなく国力も不十分な状態で参戦できるのかとの声に、彭徳懐はこう言っているぜ。解放戦争の勝利が数年伸びたつもりでやればよい。もし今参戦しなければ、アメリカに応力港と台湾に張り付かれ、いつでも我が国への侵略を開始するための口実を与えることになる。こうして、中国の朝鮮戦争参戦が決まるんだ。現代から見ればいらんことすなって思うけどね。まあ確かにな。この頃、毛沢東は毛沢東思想が全てを支配すると発言し、1958年5月から7月にかけて開催された第4回党中央軍事委員会拡大会議では、彭徳懐は会議の主催者の立場にあったが実質的には毛沢東が議論をリードし、ブルジョア軍事路線やソ連追随の強情主義批判がなされるんだ。完全なる独裁体制の確立だわ。また、軍の指導体制の改変が行われ、国防部長は3つある人民解放軍総部の責任者とほぼ同列となり、彭徳懐は軍令の権限を失うことになるぜ。そろそろ風当たりがきつくなってきたわね。1959年6月、彭徳懐は軍事代表団を率いてアルバニアとソ連を訪問し、フルシチョフと会談。毛沢東はこれについて彭徳懐に説明を求めたが、彭徳懐は詳しく説明しなかったそうだ。真っ向から反抗しててさすがに心配になるわ。そして1959年7月から8月にかけて、大躍進政策と農村の人民公社化の是非を検討するロザン会議が開催されるが、事件はここで起きたんだ。大躍進政策と人民公社といえば悪名高いやつね。その是非を検討する会議が開かれたわけ？ああ。この会議を前に故郷である湖南省の農村視察を行った彭徳懐は、大躍進政策と人民公社化による経済疲弊に直面していたんだ。そのため会議期間中に毛沢東に対して、指針としてこうした政策の問題点を伝え、政策転換を求めたぜ。ごくごく真っ当で常識的な指摘だと思うけど、それがどうかしたの？毛沢東はこれを自らの権力基盤に対する挑戦と受け止め、批評を加えた形で会議の参加者に配布して討論の材料としてしまったんだよ。ある意味いい機会だと思ったのかも。そうかもしれないな。さて、当初は他の党幹部から大きな反発は起きなかったようだが、毛沢東が後日の席上で厳しく論難を加えたことで会議の雰囲気は一変してしまうんだ。毛沢東は彭徳懐をマルクス主義者ではなく、ただの同伴者だと厳しく批判し、陰謀を企て党の規律を破り、プロレタリア独裁を破壊したと非難したぜ。一気に詰めようって感じがするわね。これには彭徳懐も大変なことになったと感じたらしい。というのも1936年に、彫刻党が毛沢東に意見書を送ったことで批判されたのを目撃していたからなんだ。同じような事件があったってこと？そうだな。彭徳懐はこのままではまずいと思ったんだろう。自分の手紙を撤回するよう要求したぜ。余計なことしちゃったって悔やんでそうだわ。まあ実際には、彭徳懐が手紙を書かなくても、毛沢東は別の口実を見つけて攻撃しただろうと言われているぜ。
つまり毛沢東は彭徳懐を批判する機会を伺っていたってことなのね。そういうことだな。ちなみに具体的な非難はこんな感じだったらしい。私は延安政府運動であなたと一緒に批判されたが、あなたは不服だった。なぜ今になって廬山会議で意見を出したのか。機会がなかったから今まで出さなかったのか。あなたは私に挑戦状を叩きつけた。20日間も批判を続けてまだ何を求めるのか。彭徳懐は立ち上がり公開したぜ。延安で私はあなたを20日間批判したが、それでも足りないのか。まさにバチバチね。また、会議では林彪や高生、陳伯達らが次々と彭徳懐の加工を暴露し出すんだ。急に勝ち馬に乗り出す奴ら。だが基本的に彭徳懐の仕事ぶりに問題があると指摘しただけで、表面的な批判にとどまっていて、それでは毛沢東は満足しなかったんだ。林彪は彭徳懐について、英雄主義的で傲慢で人を見下している。部下には息子のように接するが上司には非常に不敬だ。名声を得て死後も名を残したいと考えている。非常に尊大で英雄になりたがっている。毛主席に反対するのが彼のパターンだ。これこそが毛沢東の後継者候補だった劉少奇を恐れさせたと非難したんだ。完全に流れが毛沢東に来てるわ。劉少奇も後継者としての地位が危うくなることを恐れ、彭徳懐を批判。周恩来は対局を考えて毛沢東を支持し、一方で彭徳懐を説得したらしい。そして彭徳懐批判の決議が行われるが、彭徳懐本人は認めなかったんだ。さすがに認めたら終わりな気もするしねえ。こんな話もある。毛沢東が批判した時、両者は相当汚い罵り言葉で応酬したらしい。彭徳懐が指針を公開したことに抗議すると、君は公開するなと言わなかったと毛沢東は交わす。彭徳懐は激怒し、毛沢東がどうし、もう一度話し合おうと声をかけても、彭徳懐はもう君と話すことなどあるものか。無駄だと叫び、拳を振り下ろして立ち去ったというぜ。めちゃくちゃヒートアップしてる感じが伝わるわ。また、廬山会議の終了後に彭徳懐が、私はあなたの生徒なのですよ。間違ったら直接批判し教えてくれればよいのに、なぜこんなことをするのですか、と毛沢東をなじると、毛沢東は顔を曇らせて手を振って立ち去ったそうだ。取り付く島もないってやつね。この毛沢東の行動は言ってみれば裏切りのようなものだったが、結果的に彭徳懐は国防部長と中央軍事委員会委員の地位を解任されてしまうんだ。この解任は後任の国防部長となった林彪の地位を高めるんだが、それによって文化大革命へ向かうきっかけになったと言われているぜ。なるほど、林彪の地位が上がったことで文革のきっかけになったのね。というか文化大革命自体のそもそもの始まりも、彭徳懐の解任を案に批判したとされる京劇戯曲作品、海水悲観に対する糾弾だったんだ。じゃあマジで直接のトリガーだわ。そんなわけだから、彭徳懐への紅衛兵からの暴行は凄まじかったと言われているぜ。1966年には紅衛兵により生徒から北京に連行され、1967年7月の非党会では7度地面に叩きつけられて、肋骨を2本折られ、後遺症で下半身不随になってしまったんだよ。やばすぎる。その後は毛沢東の妻、高生の監視下に置かれる。要は実質的な監禁だな。彭徳懐は、病室で全ての窓を新聞紙に覆われたまま約8年間を過ごしたと言われているぜ。文革の話だと、高生もよく名前が出てくるわ。そうだな。彭徳懐に話を戻すと、1974年9月には直腸癌と診断されるんだ。ところが鎮痛剤の注射を拒否され、下血と血便にまみれた状態のままベッドに何日も放置されるなど、扱いは拷問に近いものだったそうだぜ。人道に反するとかいう次元じゃないのよね。そして彭徳懐は命が尽きる直前に、塞がれた窓を開けて最後に空を一目見せてほしい。そう嘆願したが拒否され、同年11月29日に没したんだ。カルテには汪泉氏先生と出身、無職と無関係な名前に変更されていて、同じく迫害死に追いやられた劉少奇や党中同様に病死と公式発表されたんだよ。マジで無茶苦茶な最後だわ。もともとは同志だったのにここまでされちゃうって、これを悲惨と呼ばないでなんと呼ぶって気がするわね。次は、毛沢東を批判した女性と毛沢東の老いの話をしよう。建国の父を批判なんてしたらろくな未来が待ってなさそうね。それでも信念を貫いたんだぜ。毛沢東の老いの方はおじさんに重用されてやりたい放題だったんだ。親の七光ならぬ、おじの七光ってことかしら。ああ。だが、散々暴走した結果、毛沢東がこの世を去った後でしっぺ返しのように悲惨な末路をたどるんだぜ。毛沢東によって提起された文化大革命真っ只中の1968年、中国共産党遼寧省委員会宣伝部の幹部だった張子新は同様に毛沢東に対する不満を漏らしていたんだ。それって割とまずくない？その通りだぜ。毛沢東批判を密告された彼女は逮捕されて取り調べを受けることになったんだ。密告した同僚も恐ろしいわ。
実は逮捕される少し前に張志新は遺書を書いて自ら命を絶とうとしているぜ。だが、直前に発見されて厳重監視となってしまったんだ。密告されることを想定していたってこと？その可能性はあるな。ちなみに彼女は結婚していたんだが、毛沢東批判は自分の意見で、夫とは無関係だと主張し彼とは離婚するつもりだったらしい。それって、旦那さんを守るためじゃないかしら。おそらくな。逮捕された後は家族や親族との面会は拒絶され世間とは隔絶されることになったんだ。家族って子供とかもいたの？ああ。二人の子供がいたぜ。張志新と同時に監視処分となっていた夫は都市部から農村に戸籍が移されたんだ。二人の子供を連れて故郷を離れた後夫は子供が成人するまで育て上げたんだよ。彼と二人の子供が故郷に戻ることが許されたのは文化大革命が終わってから2年後のことだったぜ。かなり苦労したでしょうね。奥さんのことは恨んでなかったのかしら。恨んでなかったと思うぞ。それどころか家族を巻き込みたくないという妻の意思を汲んで離婚届を書いているんだ。本当は離れたくなかったでしょうね。ああ。それを示すエピソードがあるぜ。張志新が投獄されてしばらく経ったある日裁判所の役人が彼女の家族の元を訪ねてきたんだ。その役人は彼女の二人の子供に学習会があるから参加するようにと通告したらしい。学習会って何なの？犯罪者の家族が受けるものなんだが何をやらしたのか、何が罪なのかを説教して、私はそんな家族のようにはなりませんって誓わせるんだぜ。何それ、そんなのやる必要ないでしょ。性格悪すぎるわ。張志新の長女の記憶によると、学習会はまず申し席語録の一部分が読み上げられるところから始まったんだ。階級闘争とか一切の反革命を断固鎮圧するとか、そんな感じの言葉があったらしい。よく覚えていない時点で教育失敗じゃない。その後は母親の張志新の話になって、まず君は監獄で母が何を話したか知っているかって聞かれたそうだ。面会もできないし、何の情報も伝わってこないから知るわけがないんだぜ。わかってて質問したのなら本当に性格悪すぎる。その後学習会の担当の人が大声で、君の母は極めて反動だ。頑固一徹だ。偉大な毛主席に反対している。負けを知らない毛沢東思想に反対している。罪に罪を重ねたので、政府は現在家計を考慮中だ。もし極刑になったら君はどうするか？と質問したらしい。子供にそんな質問する必要ある？この時張志新の子供たちは一切の涙を見せなかったんだ。涙を流したら家族としての認識があるとみなされて罰を受けてしまうかもしれなかったんだぜ。だから張志新の夫は子供たちに質問に答えられなくてもいいから、涙だけは流さず背筋を伸ばしていなさいと伝えたんだ。よく言いつけを守れたわね。その後も同じような質問が繰り返されたが、夫が子供たちに代わってどんな状況になろうと、すべて政府にお任せします。極刑になっても、遺品などは何もいりません。と答えたんだ。完全な決別を示したってことかしら。ああ、その他の思想についての質問には、子供たちが学校で習っていることをそのまま答えて学習会は何事もなく終了したぜ。その夜、張志新の夫は子供たちが寝静まったのを確認すると、ゆっくりと立ち上がって小さな箱から何かを取り出したんだ。何かって何？妻の写真だぜ。その写真をじっと見つめていた彼の顔には涙が浮かんでいたらしい。ダメだ、私まで泣いちゃいそう。実はその一部始終を長女が見ていて、寝床から抜け出して父の首にしがみつくと大声で泣き出したんだぜ。張志新の夫は涙をこらえながら、泣いてはダメだよ。もし近所に聞こえたらどうするんだと言ったそうだ。お父さんが一番泣きたいでしょうに。その後、長男も目を覚まし三人は抱き合って、できるだけ大きな声が出ないように気を使いながら夜通し泣き続けたんだぜ。ちなみにこの時長女は18歳くらい、長男は10歳にもなってなかったんだ。こんなのあんまりだわ。それから張志新の方も家族に向けて手紙を書いているぜ。手紙というよりは決別書みたいなものだがな。そこにはまず、子供たちを頼みますという旨と、母親らしいことが何もできなかったことへの謝罪が記されていたんだ。書いてる時相当辛かったでしょうね。手紙にはその他にも色々書かれていたぜ。私のことは全て忘れて新しい生活を選んでください。家族のためにと貯めてきた貯金があるので両親が病気の時にでも使ってください。それが私の唯一の親孝行になればと思っていますがこのことは決して親には言わないでください。また泣きそうだわ。そして夫に向けても、お体を大事にしてください。自分を大事にしてください。と書かれていたんだ。なんとなく自分の運命は悟っているのね。ああ。だがこの手紙が彼女の家族の元に届いたのは手紙が書かれてから10年後だったんだぜ。長女は家族全員でその手紙を見た時に涙が止まらなかったと語っていたんだ。そりゃそうよ。でもできればリアルタイムで届いてほしかったわ。決別の手紙からもわかるように張志新の意思は相当固かったんだ。
取り調べでは真理を間違いだということは私にはできないし、幸福もできない。人は正々堂々と生きなければならない。卑屈になってはいけない。と批判の撤回を拒否。その結果、極刑の判決を受けているぜ。信念を曲げるくらいなら命を捨てるって感じかっこいいわね。だが、この極刑の判決は一度取り消されて彼女は無期懲役になったんだ。理由は定かではないが見せしめのためだと言われているぜ。毛沢東を批判するとこうなるぞってことかしら。ああ。彼女はその後強制労働施設に送られたんだが獄中では壮絶な仕打ちを受けていたらしい。暴行はもちろんのこと毒物を注射されることもあったそうだ。それでも自分は無罪だと主張し毛沢東は間違いを犯していると訴え続けたんだぜ。強い意志を持っていた張子心だが壮絶な拷問の末に精神に異常をきたしてしまったんだ。相当えげつない仕打ちを受けたのね。張子心の投獄から6年ほどが経った1975年、中国遼寧省委員会常務委員会は会議を開き張子心の事件を再審理。この会議に出席した17人の中に毛沢東の甥である毛遠心がいたんだぜ。出た、叔父の七光くん。彼は夜の会議で張子心は無期懲役の判決を受けてもなお反動的だ。一日生かせば一日半革命をやる。処刑すれば済むことだ。と発言したらしい。命を奪って口を封じるのが手っ取り早いと思ってるのヤバすぎる。結局、この会議の決定に基づいて張子心は極刑となってしまったんだ。ちなみに、彼女が精神異常であるかは一切の議論にならなかったそうだぜ。会議をする前からほぼ結論出てたんでしょ。おそらくな。後にも毛遠心は処刑しろと言ったことは認めないと発言したが、彼女の命が奪われた責任は自分にもあるということを示しているぜ。言った言ってないの水かけ論は時間の無駄だわ。会議での決定から2ヶ月後に刑が執行されたんだが、張子心は刑場に連れてこられてもなお反革命的な発言を繰り返したんだ。執行直前、彼女は看守らによって喉を裂かれて声を奪われたらしい。残酷すぎるわね。彼女への刑が執行されてから4年が経った1979年の春、この事件が無実であることが判明して世間を震撼させたんだ。冤罪ってこと？ああ。政府は当時の張子心の意見と分析は正しく先進的な意見だったと認めたんだよ。加えて、本来は有罪ではなかった彼女の不幸はあってはならないことだと表明したぜ。当時の政府にその冷静さが欲しかったわ。この事件は張子心冤罪事件とされたんだが、その主犯格の一人が毛沢東の甥である毛遠心なんだ。叔父の七光くんはどんな人だったの？現在の新疆ウイグル自治区ウルムチ市にあたる場所で、毛沢東の弟である毛沢民とその第三の妻との間に生まれたんだ。この時から七光だったのかしら？いや、実は幼少期は割と壮絶な人生を送っていたんだぜ。彼が生まれた当時は共産党と対立する国民党が反共主義に非常に積極的だったんだ。それの何がまずいの？ああ。ある日突然、新疆の総督を務めていた男が、共産党との統一戦線協定を破棄して反共産主義へと寝返ったんだよ。そして、新疆で活動する多くの共産党員を逮捕して投獄したんだぜ。もしかしてその中に毛遠心さんの親がいたとか、親どころか毛遠心も一緒に逮捕されているんだ。この時まだ1歳とかだから何が起こっているのかわからなかっただろうな。さらに、2歳の時には父の毛沢民は処刑されてしまうんだぜ。想像してたよりはるかに壮絶だったわ。その後監禁されていた毛遠心を含む131人が無事に釈放されたんだ。この頃に初めて毛沢東と会っているんだぜ。ちなみに毛沢東からはお豆ちゃんって呼ばれていたらしい。えらく可愛いあだ名ね。それから毛遠心は北京で育ち、高校3年生の時に中国共産党の予備党員となっているんだ。エリートだったのかしら？一応、当時秀才が集まっていたハルビン軍事皇帝学院へ推薦されているぜ。ただこの推薦については毛沢東に自分の実力ではないと言われたらしいから、おそらく七光パターンだな。おじさん結構辛辣だわ。お気に入りの上に対して葉っぱをかけたんだと思うぞ。実際、この発言を受けた毛遠心はハルビン軍事皇帝学院へ入らずに、自力で大学に合格して少し授業を受けただけで満を持して転入しているんだ。思惑通りだったのね。ああ。その後、毛遠心は軍事学院を繰り上げ卒業し北京へ戻って共産党軍に入隊。異例の若さで参謀に任命されているぜ。おじさんもさぞにっこりでしょ。いや、毛沢東はこの抜擢に異を唱えているんだ。相当なお気に入りだったから大事に育てたかったんだと思う。一兵卒として経験を積むべきだと抜擢に反対して毛遠心は別部隊に転属となったぜ。めちゃくちゃ干渉してくるわね。発言力が強すぎるから誰も逆らえないわ。彼が軍に入ってから1年後に文化大革命が始まるんだ。抜け目のない性格だった彼は毛沢東夫人でおばにあたる皇帝のご機嫌を取りつつ、軍の中でトントン拍子に出世していったんだぜ。なんでおばさんのご機嫌取りが大事なの？
文化大革命を主導した人物だからな。中国共産党内ではかなりの影響力を持っていたらしい。出世コースに乗った毛遠心は遼寧省の革命委員会副主任などの要職を歴任したんだ。その時に起こったのが張子鎮の冤罪事件だぜ。だから会議に参加していたのね。そういうことだ。ちなみに当時のメディアでは報道されなかったんだが、毛遠心が直接的に関わったとされる事件がもう一つあるんだぜ。何をやらかしたのよ。大連の物理化学研究所に勤務していた肖光岩という男が突然逮捕されたんだ。彼はアメリカ留学も経験していて、専門分野の研究成果は中国にとってもかなり重要なものだったらしい。なんでそんな重要人物が逮捕されるのかしら。文化大革命の排除運動の一環だな。お金をたくさん持っている人や資本主義と関わりがあるとされた人は、反逆者、悪人、右翼、スパイ、裏切り者とされて粛清の対象となったんだぜ。それで肖光岩さんが対象になったのはアメリカに留学していたから？ああ。他にも理由はあると思うが、とにかく彼は逮捕され、財産を没収され牛小屋に閉じ込められ果てしない尋問を受けたんだ。執拗な拷問に耐えかねた肖光岩はついに睡眠薬を飲んで自ら命を絶ってしまったぜ。全てを奪われた上で拷問とか耐えられるわけないわ。その日の午後に彼の妻が連行されて夫の件を告げられたんだ。妻は涙を流さずにその場を去り2日間の休暇を申請して帰宅。その後、自宅で娘と一緒にベッドの上で息絶えているのが発見されたぜ。この時娘をしっかりと抱きしめていたらしい。何にも悪くないのに突然旦那さんが捕まって命を落としたら、そりゃ心が持たないわね。何よりこういう事件がしばらく隠蔽されていたのが怖すぎる。まあ、共産党にとってマイナスなものは排除されているだろうからな。他にも明るみになっていない事件があると思うぞ。これらの事件の後も遠心は党中央代表団副団長を経て毛沢東弁公室主任となっているぜ。最後のはどういう役職なの？毛沢東と党最高首脳らとの連絡役だな。毛沢東に代わって政治局会議などに出席して、会議の内容を伝達したり彼の意見を代弁したりするんだ。なんで自分で出席しないのよ。病気だったんだぜ。毛沢東がこの世を去る1年ほど前の出来事だからな。ちなみに毛沢東は自分がこの世を去ってから1年以内にクーデターが起きると考えていたらしい。だから基本的に誰も信用していなくて明確に後継者も伝えずに遺言も残さなかったそうだ。そりゃ中国にとって良くも悪くもこれだけ大きな存在がいなくなったら、事態は大きく動くでしょうね。ああ。実際、毛沢東がこの世を去った1ヶ月後に高生や毛遠心たちは逮捕されているからな。その後の裁判で懲役17年の判決を受けているぜ。あんだけやりたい放題だったのに一瞬で形勢が逆転してるじゃない。だが、3年後には病気治療のために保釈。刑期の満了までは静かに過ごしたようだが、満了後は毛沢東にもらった理事の名で上海の研究所で働くことになったんだ。報復とかは受けていないの？特にそんな事件はなかったようだぞ。それからは上海市の新居に引っ越して仕事を退職した後は年金生活だぜ。さらに劣属待遇を受けたんだ。どういう待遇なのかしら？殉死者の遺族が受けられる待遇なんだが、年金基準が10倍になったり社会保障や特別な給付金がもらえたりするらしい。優遇しすぎでしょ。近年では毛沢東主席逝去41周年活動や、毛沢東生誕130周年活動に家族らと共に参加し献花しているぜ。なんか余生を満喫してる感じね。張子鎮さんとか肖光岩さん一家のことなんてもう忘れてそうだわ。現代のいじめ問題でも同じようなことがあるけど、やった側は割と簡単に忘れるんだよな。だからこそこういう事件を風化させないことが大事なんだぜ。